さあ今回からやっていくんですが速攻英文法というやつですね速攻っていうのがついてますけども即効果があるというそういう意味でございます普通にね勉強してきたんだけども実際問題解いてみたらできないよっていう人ですねそういう人たちのために演習問題を用意してこんな形で問われるんだよ実際の入試問題でこうやって出題されるんだよっていうのをすぐに分かるようにしてるわけですねそれがこの速攻英文法と言われるやつですでさらにまあよく出る問題ですねまあ品質のものもを集めて いるんですけども、それだけじゃなくて、足をこうやって引っ掛けてくるんだよっていう、そういったものも紹介していきます。なので、まあ、まさにかゆいところに手が届くみたいな講座になりますので、ぜひともこれを使ってですね、なんか文法を勉強したんだけど、自分解ける気がしないなっていうのをできるんだっていうのに変えていってください。はい、それではやってみましょう。 if it, なんとか raining soon shall we go out for っってていう,ふうに言ってます選択肢見ると、stop, ped, stops, will stop, would stop っていうふうに、はい、stop の様々な形が並んでいることがこれでわかります。で、見てみると、f, e なんとか、raining soon, shall we go out for a wa ってきてて、今、時勢の問題ですから、いつのことを言ってるのかをきちんと考えます。そうすると、まずこの if の塊をちょっととかしちゃいますよ。はい、この後ろ、shall we go out for a wa これ、いつのことですかはい。 これからやることですよね。shall we go って言ってますから、で、こう行きませんかって言います。で、for work なんで、散歩行きませんかって言ってるので、はい、未来のことです。これからやることです。で、if 出てきたよってやつですね。if が出てきた時っていうのは、はい、未来のことでも、そう、現在、形っていうので、未来のことでも使っちゃダメだよってやつね。この s t o p s 入入れちゃったら入れちちちゃゃっっったたらららこっち仮定法になりますからね覚えてますかイフの中に過去形あって主節時は助動詞の過去形が出てくるよとかって言ったやつです。はいそれになっちゃうのではいダメです。なんかもうイフいたらすぐに過去形って飛びつく人いますけどそうじゃないですね。はいこれはだから時条件の複視説の中では未来のことでも現在形っていうめちゃくちゃよく出るやつです。はいということで今回のテーマは時条件の複視説というやつです。はいなので今回はこれをやっていきたいと思います。これがどう ううういう形で出題されるのかこうやって理解しとかなきゃいけないいよっていうのを説明していきたいと思います。はい。なので、まずこのシリーズは時制からやっていきますので、まあ、その後でね、えー、皆さんからまあリクエストとか聞いて、これやって、あれやってみたいなのね、やっていきますので、まあ、ぜひコメント欄で書いてください。では、えー、解説していきますけど、Shall we go for work? ですねはいこういうふうにまあゴアと外に出るんですねフォアワークですから歩きにだから散歩ってやつですけどでこの時条件のっていうんですけどまあ「if」っていうのは「もし」ってやつじゃないですか「もし」っていうのがこの「条件」ってやつです何とかの「時」っていうのが「時」ですまあ、そのままですねだから「when」とか出てくるやつですよで「副施設」っていうんですけどここ「if」って何詞ですかそうそうそう接続詞ですね 接続詞っていうのは文と文をつなぐものです。sv をつなぐものです。なんで、ここに s1 とがあって、まあ、天候とかのってね。はい、で、ここに動詞が入るわけなんですけど、集語動詞が2個あるじゃないですか。集語動詞が2個あって、それをつないでいるやつですね。のことを接続詞と言います。でもってィーこの接続詞が頭にくっついていない sv のことを主節と言います。はい、メインクローズですね、はい。これが主節と言います。 でもって主節の前っていうのはですねこの赤で書いてるやつの主 SV の前っていうのは必ず全体で副詞になんなきゃいけませんはいあの丸括弧が副詞の人はそれで書き直してください僕三角で書くのではいそこで主節より前は必ず全体で副詞ですつまりこれが副詞なんですよ塊全体ででその塊の中に主語動詞が入ってるやつのことを「節っていうんですねなんでこいつ副詞節だとわかります で複施説でプラスで条件の意味なので未来のことも現在形で表しますよってやつです。かってよく言われるんですけど小説あって分かってません実際のところは何でなのかっていうね実は別の形が最初はあったんだけどそれが形が、ね、変わって現在形になったんだとかねこのの if ももしとかっていうのでもうでそれが 成立してるっていうのを前提としてるんだねその成立してるってことが前提としてるからだから現在形だとかっていろんな説がありますが分かってませんとにかく時条件の副施設の中では未来のことも現在形で表すんだと分かってくださいなんで、えー、雨がもしすぐやんだら散歩に行きませんかっていうやつでしたで、えー、じゃあこれ when 使って言ってみますねまあ when だとあの soon ってつけらんないんでこうなりますね when it stops raining shall we go out for a walk? っていう風になります 雨が止んだ時、散歩に出かけませんか？っていうわけです。だからこれも。雨が止んだ時って言ってほら現在形で表されてますよね。未来のことでも現在形なんだよってやつです。だからこれ時です。 で、こうやってやるとですね、厄介なことが1個出てくるんですよ。この出節の前だからこれね、全然問題ない。あ出節の前は絶対、副施設だから判断できる未来のことでも現在形だ。そう、後ろに来るときが厄介なんですよ、これってね。例えば、これ2つで意味違いますね。Please let me know when John arrives. と Please let me know when John will arrive. ってやつです。さあ、違い分かりますか、はいまあ、もちろんね、ちゃんと勉強してて、はいはいは、い知ってるよ、こんなのっていう人もいると思います。はい、どう違います まあ、Let Me Know! っていうのは知らせてねって言います。Tell Me! みたいな意味ですので,で、これを知らせてねって言ってるんですが、さあ、これは違いわかりますね。そうこっちは Arrives! っていう風になってるのに対して、こっちは Will Arrive! っていう風に未来形になってますよね。えーちょっと待ってよーってなるわけですよ。何それえぇ、ー、何 ?When の時、時条件のクイズの中で未来のことでも現在形って言ってたじゃない。この未来形 てるのこれダメなんじゃないのこの2個目の文はっていう風になるんですけどこれ両方分合ってるんですよどっちもただ意味が違うんですねどういうことだか分かるんですか、ね、上は「Please let me know」っていうのはこれから教えることですからこれ未来のことですね未来のことでも時条件の福祉説の中では現在形ですねつまりこいつは福祉説なんですよ、はい、なんとかな時って意味になりますそれに対して「Please let me know when John will arrive」っていうのは 未来のことを未来形で表しているので、だからこれ副詞節じゃないんですね。実はね。だこれ実は名詞節になります。はい。あ、もちろんね。この私名詞この四角括弧で書きますけど、皆さんが習ってて違う格好の書き方だったらはい。それに変えてください。<laughs> っていう風うにそう。これ名詞なんですよ。だからこれ実はこの脳の目的語とやれるやつですね。はい、塊全体で名詞だよ。っていう風になってます。 だ意味違うんです。えー、どういうこと上は、ジョンが着いたとき、私に教えてください。ジョンが着いたら教えてねって意味です。それに対して、下っていうのは、ジョンがいつ着くのか教えてくださいって意味ですね。だからこれ、意味が違うんですよ。はい、というふうに、こんな厄介な違いが存在しておりますので、気をつけてくださいね。で同じように、こやつどうなります ?Please let me know if John arrives と Please let me know if John will arrive だったら、 はいそうですねまたあれ違いが見えますよね上は「a r r i v e s っていうふうに「s」ついてますね下は「will arrive」っていうふうになってるじゃないですか上ははいはいはいこの「if」は時条件の副施設だから未来のことでも現在形で表してるんだ,だもしジョンが来たら教えてねっていうふうになってるとそれに対して下はどうですかこの F.jumble arrived っていうのはそうなんですよ。時条件と副施設じゃないから未来のことは未来形で表してるわけでしょ。なんでこいつ名詞なんですよ。はい。まあさっきと同じように脳、NO、の目的語ってやつになってるってやつですけどで上は分かるけど下が分かんないって人結構いたりするんですけど習いましたか if」なんだけど名詞説の時は何て訳すんですかそうそうそう。かどうかですね。 ウェザーと同じになるよって習うやつですね。名詞説の場合、if は可動化になるんで、だから下は、ジョンが来るかどうか教えてください。ほら、全然意味が違いますね。上は、あ、ジョン来たら教えて。下は、え、ジョン来るの教えて。って言うんですから、意味が変わってしまうというので、厄介ですね。 はい。ということでした。なんで、このね、w l l arrive, arrives, どうでもいいじゃんって思ってる人も結構いるんですけど、どうでもよくないじゃんね。これ見てわかるように。ということだったわけですね。で、まあ、あんまり言えないですよ。この区別とかっていうのはね。まあ、出そうと思えば出せるんですけど、ただ、まあ、難問として出ることはあるんですが、はい。ちゃんと押さえておいてください。ではですね、時条件の屈折って言うと、はいはいはい、when, if ねってね、if と when のことでしょとかって覚えてるんですけど、それ以外のものもいろいろ出てくるので、そちらを練習していきましょう。はい。 マ s ベルはスタッド・イン・トラフィ i ク・ジャン。The important meeting will have finished by the time she... なんとか。悲しい。Arrives, may arrive, will arrive, will have arrived. っていう風になってますね。これ結構ねやっぱね、見ていくと分かるんですけど、この時勢の問題ってね、a r アライブ好きなんですよね。a r アライブめっちゃ出てくるんだよね。さあ、わかりました。最初 Ms. is Bell はマス・ベルはスタッド・イ traffic jam ですね。あ、これ大丈夫ですかはい。渋滞にはまるという意味ですね。stuck はまっっっちゃててるよって言ってで、トラフィックジャムにある。渋滞って言った場合、トラフィックジャムは加算名詞なので気をつけてくださいね。数えられます。スタックトラフィックジ a ム。だから、スタックトラフィックだけで、トラフィックが名詞として使われるんだったら、それはいらないですね。トラフィックって不加算ですから。はい、あとは、知らないですか他にも。渋滞っていう表現。えー、コンジ s ッシ o n なんていうのがですね。 はい。で、こいつは深さんです。だ、厄介ですよ。トラフィックジャムは、あ、トラフィックジャム。なのに対して、こっちは、トラフィック・コンジェスティンっていうので、つかないです。あが。厄介ですね、はい。こんなのも狙われたりしますので、ぜひとも押さえておいてください。で、重要なミーティングっていうのは、終わっているだろうって言って、 未来完了形ってやつですね。この時までには終わっているでしょうってやつです。はい、どの時までにっら b ったら e だ i m e ですね。はい、この時までには by the だタイム SV と言われるやつです。で、こやつも時じゃないですか。で、さらに福祉の塊です、これ。この時までには、この前置詞足す名詞ですからね、こいね。はい。ということで、これも時条件の福祉説発動なんですよ。時条件の福祉説は未来のことでも現在形。ということで、 アライブが正解になるって感じですねはいなんで、if や when 以外のものですね、そいつらもちゃんと覚えていきましょうっていうポイントです。まあ、このね、バイザタイムがついてて、主節未来完了になるよっていうのも問われます、実際。慶応の小学部とかでもね、出てましたけど、2023年だよね。はい、でそこも一応覚えておいてくださいね。バイザタイムが来て、SV で、未来のことでも現在形でした。はい、助動詞入ってるやつら全部ダメ。 続いていきましょう。I'll return Tomoko's book to her the next time I not got hurt っていうやつです。はい、こういやつもですね、Will see, saw, see, have seen っていう形でいろんな形が並んでますが、私は Tomoko の本を彼女に戻しますよ。The next time っていうですね、これ、接続詞なんでしょう。The next time が。はい、さっき by the time がありましたが、今度は the next time という接続詞です。 でこれも「あおっていう風に未来のね印ついてますからそう時勢ってねこういう風に印を見つけることが大事なのでいつのことかなっていう必ず印を見つけてみる時勢は印を見つけるっていうのがめちゃめちゃ大事ですはい印を必ず発見してくださいでえ今回は「おっていう未来のことがあるでも時条件の副施設ですから未来のことでも現在形はい C が正解です、ね、はいこれ時条件のねまあこれ時の副施設 っていうのを作るキャラクターなんですね t next time SV 知らないってなった人は覚えておかなきゃいけないわけですよ今日絶対に覚えて忘れないでくださいねはい、では次行きますはい、次は I'll keep your room in order until you なんとか back って言ってますで、come will come came coming いですね、はい、今回は青学の問題ですね。あの、基本的にセンター試験と青学の問題が出てくると思ってください。なんでですかって言ったらですね、このデータベースで見ると、一番最初にセンター試験の問題がバーって並ぶんですよ。その後に、あゆえを順で大学の問題出てくるんで、で、一番あゆえを順で並べた時に、愛知なんとか大とかってね、並んだ時に、有名なのが青学になるので <laughs>、文法問題たくさん出てね。だから、大体センター試験と青学の問題で探していったら、もう欲しい問題が集まるので、なので、えー、この二つばっかりだと思ってください。はい。 えー、まず、印見つけると、そうそうそう、I'll っていうね、はい、未来の印がついてますね。で、あなたのルームをちゃんときちんとした状態にしておくよって、in order ですね。はい、整ったっていうんですね、このね、in order、知らない人ですねで。整った状態、整理整頓された状態にしておくよって、until, はい、you なんとか back って言って、そうです、これも時を表しますよね、until って接続詞でね。だから、あ、これも時、条件の副詞説だ。 だから、未来のことでも、現在形だなっていうふうに分かんないといけないわけですね。はい、分かりました。こんなふうに出るんだ。by the time, the next time, until なんかも出題されるんだっていうのをちゃんと押さえておきましょうね。で、in order はちゃんと知っておいてください。だから、もともとね、この何々 in order とか、place 何々 in order で、ね、これをちゃんとしておくよ、準備しておくよっていう意味です。で、そこで、こいつが、 よく使われたので何々するためにこれをちゃんとしておきますよこれを準備しておきますよっていうので使われたんですよよくこれ、ね、よく使うから put something in order place something in order ほら in order to do っていうのが実は生まれたと言われていますね、はい、あとは、まあ、set something in order なんかもあるかはいということでした はい、これ豆知識ですね。別に知らなくてもいいですけど。なん,なんで整理整頓が何々するためにになったんだろうって思った人いるかもしれないですけど、そうです。ちゃんとした状態にしておきますよ。これするためにっていうセットフレーズが、後ろの方がよく使われるようになってできたフレーズです。<noise> はい、最後。We'll give you a call as soon as we なんとか at the airport. ってますね、はい、人はポール電話するよってですねで、As soon as we なんとかっていうアポールアラ i ブ、ア a r ブとウほら、アライブじゃんよくあるんだよねこれね、本当にはい、時間はそう、未来ですね、こういうふうにちなみにあの代名詞来ている場合っていうのはしゃべるときは縮約形にするんですよ、点つけて短くするんですからね、はい、で、As soon as we なんとかてしてで、これも、はい、未来のことでもですね、あずすん、あずの塊の中では こうしたらすぐにという副詞説の中では、はい、現在形で表してくださいということでした、はい、でああそうなんだ by the time the next time until そしてあすなずなんていうのも出るんだっていうふうにぜひとも覚えておいてください何々したらすぐに、えー、でだねで何々したらすぐにはい1号で言い換えると何ですか言えます once ですね、はい the っていうのも多義語ですね。かつてとかね、いろいろあると思う。一旦何々するぞっていうふうに訳されますけど、何々したらすぐにという意味になるので、しといてください。だから、永遠時点引けば、ワンスの言い換え、接続詞のところ、明日のやつって書いてありますからね。知らなかった人、ぜひとも覚えておいてください。で、一応、もっとレベルの高い表現で、ダム m o ーメントっていう。 表現がありますこれはまあ難関大ですかね。あんまり出てくることはないですけど、ダ m o ーメントもダ m o ーメント SV。硬い表現ですけどね。はい、なんとかしたらすぐにっていうので出てくることがあります。もともとダ o m ーメント h a t ってだったんですけど、that が取れてダ m モーメント SV って形。あとはダ e ベリーモーメントですね。形容詞の very まさにっていうので、まさにこの瞬間みたいなので使われることもあります。なんで、ああ、そうなんだって思ったら、まあぜひね、辞書とかで調べてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。普段 when と if だけけでで勉強してたけどどその他うういう感じで 出題されるかか知らなかったあ、こんな感じでいろんなパターン出てくんだっていうのを知ってもらえたらよかったんじゃないかなと思いますねでもそれが分かればもう絶対に攻略できるのであとは絶対あの復習してくださいねそれやんないでやってったら意味ないですからねそう自分で勉強するっていうことが一番大事なことですからだから Once you learn something you have to review it yourself、はい 自自分自身で勉強することが大事ですからね。はい、これはまあ「ウェン」でも「イフ」でも「アツ」の「ナツ」でもね、えー、言えたと思いますけどね、まあ、まずは何かを習ったらそれを自分で復習するっていうことが大事なんですよって分かりましたね。そういう感じでやっていきますので是非、えー、ともお勉強して 言ってもらえればいいんじゃないかと思います。あとは、まあ、狙われるポイントなんかもね、いろいろと説明したりできるので、アライブだったら、アライブアットだよとかね、もうちょっと大きいね、くくりだったら、アライブイン o k y o だよとかね、アライブ n Japan だよとかっていうのも、え、習われたりするので、そちらもちゃんと押さえといてください。そうですよ、これ、生語問題とかでもね、出ますからね。その辺の話もちゃんとしていきますので、はい、ぜひともついてきてもらえればと思います。はい、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングの、どうぞ、お願いいたします。 はい、ああでございました。速攻エブポの第2項になります。はい、まずはですね、時勢関係をやっていきますので、今回もまた時勢に関わっております。このご時勢、はい、やってきます。 まずですね、現在完了っていうのを今回ですね、ちょっと見ていきたいんですけど、まあ、間違った考え方を持っている人がかなり多いので、そこを直すとこから始めましょう。で、何がかって言ったらですね、なんかでよく聞くんだけど、過去形っていうのは前のことで、現在完了っていうのは最近のことを表すんです、みたいなね。えー、どういうことっていうね、のがあるんですよ。いや、全然違います。あの、最近のことを表すわけ、あ最近ってあの、金じゃないですよ。はい。 か聞い,てない <laughs> はい、で、えー、どういうことですか ?The Earth has been around for approximately 4.5 billion years っていう、この表現あるんですけど、考えてくださいよ。ですが、これ、Earth 地球ですね。地球っていうのは、あ、この around ね、これ空欄になりますので、気をつけてくださいね。南韓大学よく問われますよ。これは存在しているあるって言うんですね。be around っていうのは。なんで、ありますよ、for approximately 4.5 billion years って書いてあるわけじゃないですか。すごい、めちゃめちゃ前じゃないですか。45億年ですよ。あ、approximately もめちゃめちゃ大事ですよ。およそってやつです。およそ。 45億年ありますって言ってこれだから45億年前に誕生してそれが今まででしょめちゃめちゃ長い時間じゃないですかめっちゃ昔からあることで言ってるんですだから関係ないですよ最近やったこととかっていう意味はないので45億年前に誕生してから今までそう今につながっていれば現在完了なんですよ現在完了って今のことなんですよいつですかでしょうってことですはいまアプローチメントとかもねじゃあちゃんと知っといてくださいね プロクス、これ近いですね。プロクシミティっていうのは難関大では出ますので、近接ですね。in proximity to っていうので、近くっていうんですね。なんとかの近くなんていう表現もありますので、まあ、難関大学行くんですっていう人は、この r ラ u ン d とね、アプロクシマットはぜひとも知っといてください。はい、ということで、昔のことでも今に関わっているのは現在完了なんです。はい、ということで。 今回はそんな風にもう完了形っていうのをやっていきたいと思います。まあ完了形っていうので、いわゆる完了の意味、その時はこういうのが出てきますとか、継続の意味の時は4、さっきなったやつね、4とか since が出てきますとかっていう、ああいう話はもちろん基礎としてちゃんと覚えておいた方がいいですよ。ね、この福祉とよく使われるとか、この前置詞とよく使われるとかっていうのは知ってると思って話進みますからね。そんな中でもうちょっとレベルの高い問題をやってみようと思います。速攻で役に立つものをやります。The train なんとか Well, when I reached the platform, so I didn't have to wait in the cold. the had already arrived, has already arrived, previously arrived, previously arrives. っていう形で、はい、アライブのいろんな形が並んでますね。またアライブですよ。3回目ですよ、これもね。それぐらいやっぱ時制の問題って、アライブ大好きなんですよ。はい。電車がなんとかだよって言って、when I reached t h platform, プラットフォームに着いたときっていうふうに言ってます。私がプラットフォームに着いたとき。で、時間の問題ですから、はい、いつの話かを考えます。そうすると、そうですね、r e a c h っていう風に書いてあるので、あ、過去の話だなっていうのはわかると思います。で、多動詞のリーチね。はい、つくっていう意味ですけど、で、過去が出てきたぞ。そうなんです。これ、これ大事なんですよ。いつも、 現在のことなの過去のことなの今のことなのっていう印をちゃんと見つけてくださいね。これ前回の講義でも言いましたけど、印を見つけます。で、過去の話をしているので、when ってついてる、ね、だからね。まず過去じゃないやつをどかすんです。現在完了をどかしてくださいで、残ったの Had Already Arrived とか Previous で。Previous って意味がよくわかんないですけどね。かつてとかって意味わかんないですけど。はい。私が着いた時、電車はすでについていたの。こいつがぴったりですね。はあ、had Already Arrived。そう。過去完了と言われるんですよ。Had 足す こやつは、ある過去があってですね、ある過去があって、それ、より前だぜっていうときに、 このの完了ってていうのが出てくるんですなんか過去があってそれより前基準となる過去があってそれより前だよっていう時に使うのが過去完了だと知っといてくださいその基準となる過去も出てきてないのにいきなり過去完了で書く人いっぱいいるんですよ英作文とかで何でかっていうとあすでにやったあすでにやったはそういえば Have Already なんとか Have Already 過去分子ってやるなえっ、ー、とすでにやったって俺今過去の話してるからだから Have Already なんとかっていうふうにやっちゃう人いっぱいいます本当にいきなり外す過去分詞で作文書いてくる山ほどいますでもその人たちはねこれをちゃんと知ってないからですよある基準となる過去があってそれより前を表すんだっていうのを知っといてくださいだからプラットフォームについたそれよりも前なんですよねこの基準となる過去があってそれより前電子はそれより前についてたわけですからねというとですこういう時に過去完了って使うんだっていうふうに押さえといてくださいプラットフォームねそうプラットフォームって全部あのアメリカ人たち知らない人いっぱいいますよ 電車のまあ、トラックって言ったりもするんですけどその電車のねこの待つところプラットフォームプラットフォームってさ普通ちょっとねこう出っ張って上がっている部分のことプラットフォームっていうのでトイックで出てきた時はまあ、電車のプラットフォームで出てたこともあるんですけど幼稚園のあのお遊戯会やるみたいな舞台ちょっと高くなってるじゃないですかあれあれをプラットフォームって言って出てきたことがありますけどねで電車もうついてたからだから Do not have to の確保ですねする必要がなかったですね寒い中待つ必要がなかったよという分でしたほいできましたかねそう ある基準となる過去があってそれよりも前の時に派れ出す過去を意識使いましょうはい次いきます「He asked me what I なんとか studied in the morning」っていうふうに、はい、青学の問題でございます「Did, h a v e h a v e words」っていう風に言ってますねはいまずまあ Did study とは言えないから無ういですね「I did study」とかだったら言えるけどね強調の「Do」ってやつですけどで「Words study」だと私が研究されちゃって 出るんですけどこれまだってスタディの目的語はこれ W でも出てきてるのでダメですよ SVO 取ってるのに更に受け身にするなんてことはできませんあいずれ受動体もやりますけど受動体になったら目的語は1個減らなきゃいけないのでそう O が減るんですよでも今回ちゃんと I スタディ W っていうふうに取ってるので、はい、なので残ったのはこの2つのどれかですねでその時に基準となる過去はそう アステっていう風に書いてありますから、過去の話をしていますだから、わかるんですね。訪ねたよりもお勉強したのは前のことですから、ある過去より前っていうので、はでたつ過去文字っていうので、正解を選ぶことができる問題でした。in the morning とかあるので、ルッハへって一瞬、 戸惑っちゃう嘘が出るんですけども簡単です。ある基準となる過去があって、それより前の時に、派手たす過去分子は出てくるんだよっていう風に押さえておけば、解ける問題いっぱいありますので、そうやって押さえておいてください。朝、何勉強したのか、彼は私に尋ねたっていう風に言ってます。で、まあ、実際は過去管理を使わないことも多いです。ネイティブスピーカーたちね。どういうことっつったら、まあ、どっちが先かなんてわかるじゃないですか。尋ねたのと、勉強したのなんて。だからそういう時は、普通に、笑いスタディーって、これもうも何もなしに言うことが多いですよ。 He asked me what I started in the morning っていうふうに言う方が多いと思います。ただはっきりとでもわかるじゃないですか。どっちかそういう時は過去形で言うことも多いですね。ここではちゃんとねきちんとした言い方ではずたす過去分詞で言ってました。はい続いていきましょう。Had finished, had finished, has finished, will finish. ね、フィニッシュもねめちゃくちゃ多いんだよねこのね時制の問題に出てくることってね Naomi なんとか Reading the Bible before everyone else was only halfway through っていう風うに言ってますではいまた時間を考えてあげましょうそうするとこれいつの話してますそうですね was っていう過去形がくっついてますからあ、過去のことだっていうのがわかります でさらにその前ってきてますよね、その過去よりも前ってついてるので、はいこれで分かりますよね、ある過去より前ですから。 ハど finished が正解だっていうふうにわかります。だからこれをね、まあ、ハど finished とか絶対選ばないでください。だってネオミですね、ネオさんですよ。三人称単数ですから、絶対ありえないでしょ、これはね。で、will は未来だし、has ね、h a フ finished ってやっちゃった場合は、これ今の話し,してないといけないですからね。今に関わってる時に使うやつです。ある過去っていう基準があるんだから、それより前は had finished です。で、これもまあ、before ってついてるから、いつのことだかわかっているので、別に had つけないで、naomi finished reading the Bible before everyone else was only halfway through. といううので取ってこもただまあ、やっぱり、時制の問題っていうのは、こういう形で、ある過去があって、それより前だよ、肌足す過去分詞っていうので、出題されることが多いですね。あとは、あとまあ、reading the Bible 大丈夫ですね。Bible っていうのは聖書のことですね。で、Finish ING も問われることありますので、ここのポイントも、えー、ぜひとも、まあ多分、順動詞同名詞のところで、また話すとは思いますけど、なんとかするのを終わらせる。 ね。で、あとは、a ーフ h ェイス g h ですね。この表現が問われることもありますね。ね中央の問題かな最近だと。去年、2022年ですね。中央大学の問題にも登場してますね。ハーフ h r o ス g h ですね。みんながまだ途中ですね。みんなが途中だったんだけど、ナオミっていうのは、もう読むの終わらせてバイブルをどれぐらい全部聖書それだいぶ量多くねって思ったけどね。ハーフ h r イス g h はわかりやすいですね。道の半分ですからね。だから途中です。 次いきます。It's our、so, wedding anniversary next Tuesday, and by then w e なんとか married for ten years. っていうですね。好きなんですよ、これね。本当に。なんでわざわざこういう文で出すのって思うんですけど、出ちゃうのでやっておきましょう。まずははい、いつの話かっていうのをつかみますね。いつですか、これ。そうです。未来ですね。Next Tuesday っていうのは来週の火曜日というんですから、これは未来だというのがわかります。 で、次の and あって、続きも by then その時までにはっていう風に言ってますね。その時までっていうので、未来のこの then。then がその next tuesday を指してますから、これも未来のことです。来週の火曜日。で、来週の火曜日でこうですって言って、さらに for ten years っていうですね、継続の印がついてます。この by っていうのも、このね、完と相性がいいですし、この for っていうのもね、 官僚と非常に相性がいいキャラクターなんですけどもなんでえ未来でありさらに継続の印くっついてるよっていうのが分かってくださいなんで未来ですよって言ってまあああ変ウッドもねやっぱ結婚しているは be married ですのでなんで答えは継続と未来両方の印がちゃんとついている これが正解かな。be married で結婚しているで、それが続いているということですね。we have married は一応はまあ大学入試までではダメって覚えておいてください。mary っていうのは他同士で後ろに目的語いるんだよで覚えてくださいで。しかも私たちが誰と結婚するんだっていうね。<laughs> そうでしょう。私たち他の人と結婚する<え>ね。違うんですね。だから私たちが結婚しているよっていうのは be married ですね。結婚している状態であるという。 で、それが10年間続く。で、未来のこの時までにはっていうので、未来の印と継続っていう、まあ、つまりは官僚系ですね。官僚系の印2つあるよっていうので、be married を選ぶことができますよってやつです。え、まあ、一応ね、be married to もよく出ますので、A さんが B さんと結婚してるよっていう表現ですね。結婚するだったら get married ね。A が married to B っていう風に言うし、えー、普通に、え、m a r r メ r y ビーみたいな形で、他動詞として使うこともできません、ね。もう、with じゃなくて to だよっていうのも問われることありますので、きちっと押さえといてください。メ r y は他動詞。あの、もう、例外探してこないでくださいね。自動詞であるじゃないですか。知ってます。そんなの。で、next tuesday あ来週の火曜日が、wedding anniversary だよっ anniversary っていうのは記念日ですね。結婚記念日なんだって言って私たちの。で、その時までにはもう私たちね、10年結婚してることになるんだよ。つまり、まあ、10年目の anniversary だっていうことですね。て <laughs> いう形で、いつの話なのかをね、考えて、で、プラス で何系なのか完了系なのかなとか進行系なのかなっていう風に考えなきゃいけない問題っていうのはよく出てきます <noise> じゃあ最後ですね I heard you なんとか haven't finished your report the teacher is going to be very angry って言ってますね今回じゃあこっち側聞いてみたいと思います already so far still yet っていう風になんかで、ね、こういう印ついてたら完了系と使うとかって覚えてる人はいるんだけど のパターンで出てくることもあるわけでですね福祉選んでくださいいみたいなね出てくるわけですよあなたはレポートまだ終わってないって聞いたよ。先生。めっちゃ怒るよ。ね。怒るんじゃないの ?be going to これからって言ってるわけなんですが。まだ終わっていないっていう場合は、どうすればいいのすでに終わっていた変いですね。already は変ですね。already finished だったりですね。終わっている。すでに終わってる。まあ ready 準備できてるわけですよ。already すべて準備ができてる。so far 今のところ、ああいう so far have Finished なんか言えそう。Yet じゃないですか、ほら。英語のね、時に、まだ何々してないの時に、Yet 使う。そう、Yet 使うんですけど、その場合はね、Not yet の語順なんですよ。Yet 後ろに出てこないといけないですね。You haven't finished your report yet っていうふうに使う。もしくは You haven't yet finished your report みたいな形で使うんだったら OK なんですよ。先に Yet 置けないんですよね。え、そうなのじゃあ、もしかしてそうなんですよ。 実は still haven't finished your report っていう風に言うことできます。まだ終わってないっていうのでここの位置に still 置けるんですよ。これは知らない人が多いのでちゃんと押さえておきましょう。はい、あとは have yet to do っていうのもあるのでこれも出てくるとできない人が多いです。 これもまだ終わっていないという意味です。まだその終わらせてるところに到達してませんよという意味になるので。だからこれらは出てくると苦手な人がね。still haven't 過去分子っていう形見たことないよっていう人多いね。have yet to do の形見たことないよっていうの多いですね。you have yet to finish your report みたいな形で言うことできるんですよ。初めて知りましたかという人も多いと思うので、だから聞いたんです。という感じで、こういうところで足救われるっていうのが出てくるんですよ。 あこれトイックで出たこともありますよトイックで出た時めちゃくちゃ間違えましたよ多くの人はイェっと選んじゃいましたよなんでまだ知らなかったよっていう人がですねぜひともこれ押さえておいてくださいという形で、はい、今回は過去完了で基準となる過去があってそれより前なんだよっていうのをやりましたでプラスで、まあ、完了形で出てくると厄介なキャラクターを紹介しますので,でぜひとも覚えておいてくださいこういう感じでやっていきますのでぜひともですねこの動画良かったなと思ったら高評価チャンネル登録チャンネル登録まだ登録してない方はですね思ってくださいああはい haven't subscribed yet っていう風にね思ってくださいもしくは I still haven't subscribed、えー、いう風に思ってください I have yet to subscribe 結構肩表現と思った方はぜひとも Please subscribe to this channel ですね。してくださいそしてクラウドファンディングの方のご支援もよろしくお願いいたしますそれではまた そうう。ままりしした。速攻英文法をさあやっていきましょう今回も時生の問題なんですが今回は厄介な時生問題というですね今まで習ってきたことを応用する問題だったりとかあこんな風にも問われんのっていうのをですねやっていきたいと思いますので是非とも挑戦してみてくださいさあそれではいってみましょう1問目はこれ I, なんとか a headache since this morning. ね Have had, had Have been, having, have, っていいう風になっていますさあどれを使うでしょうかまあ、ハブがずらりと並んでおりますが、さてさて、きましたね。はい、since です。this morning だけだと、これだけだと過去ですよね。今朝っていうね、あこれほら、in つけないっていうのは重要だっていうね、話したっけ我はラストか。this morning ですね。in this morning って言っちゃダメですからね。必ずそのまま使ってください。で、これだけだったら過去なんだけど、覚えてますね。since がつくとですね、そっから、 今までという働きに変わりますので、これ今のことですね。で、今朝からずっとっていうのを表すわけですね。はい、今朝からずっと今まで頭痛が痛いは間違ってる。頭痛が痛いじゃない。頭痛がしているですね。っていう痛い痛い痛いってですね。はい こういう関係性になっていますので、だから継続ですね。現在完了で継続だって言って、現在形とか過去形現在形まず無視して、現在完了なのそれとも現在完了進行形なのってやつなんですが、覚えてますね。あ、こっからここまでで継続だって言って、はっやったじゃんハブビン ING だって言って飛びついてはいけません。ダメですね。覚えてますこれ。こうやってハブビン ING になるとき。 継続を表すって言いましたよ続いてるよっていうのを表すんだって言ったけどどういう動詞じゃなきゃいけないって言いましたはいそうです進行形にできるのは動作動詞ですよねこの頭痛があるよ頭痛持ってるよっていうのはこのハブってやつですかこれは状態動詞なので答えは これになりますね。Have had で、完了形で継続の意味を表す状態同士の場合はね。だから、Have been とかね。I've been in Tokyo for two months。私は東京に2ヶ月間います。B e 同士は状態同士ですので、そういう風に完了形で継続の意味を表すんですよ。状態同士は完了形で継続の意味を表す。なんで、答えはこっちになるわけですよ。進行形にしちゃいけません。だから、I have known him. for two years 私は彼を2年間知り合いですっていうのを表した時も NO っていうのが状態同士ですから、まあ、不思議だよね。完了形で継続を表す。完了してんのか継続してんのかどっちんじゃいみたいなんですけど、はい、状態同士っていうのはですね、基本的には初めだったり終わりだったりがよくわかんない。はっきりしないよっていうそういう動詞のことです。だから存在しているあるっていうね、B 動詞っていうのもいつからいていついなくなるかわからない。まあ、特にいついるかはわかる時は多いかもしれないですけどいつ消えるかなんてわかんないですね。所蔵 belong なんていうのもありますよね。あれも状態同士って言われますね。I'm belonging とかってね、日本語だと所属しているだからって言って言っちゃいがちなんですけど、I belong to the soccer club みたいな形で進行形にはできないですね。あれもいつから所属してはまあ分かりやすいか、日本語だとね。いつまで所属するかはわかんない。そんな引退時期があるかもしれないじゃないですかってね。まあまあまあ確かにそういうのもあるかもしれないけど、いわゆる人間という種に属しているなんですこれもうずっとじゃない。そんなの変わることがないんですよ。で、こういうふうにずっと変わらない だハブ所有しているとかっていうのもずっと変わんないよそれがいつなくなるかなんて分かんないよ I have a child いつ子供いなくなるか分かんないじゃないですかそんなのねっていうふうな時には I know 知っているいつ知り始めたのか分かるかもしれないけどいつまで知ってていつ忘れちゃうかなんか分かんないじゃないですかそういうのが状態同士って言われることが多いですねもちろん例外はありますよなんで状態同士っていうのは初めとか終わりそして途中っていうのが分かんないそういうのがないよ っていうのが状態同士なんですねだから進行形っていうのは途中を表すじゃないですかだからそれと相性が悪いんですよ始めや終わり途中っていうものの概念がないものに途中を作ろうとしちゃいけないっていうことなんですねはいわかりましたかなんでこのハブですね状態同士なのでハブハブの形にしなきゃいけないでも分かってますね知ってますよ進行形で出てくることありますねハブってね知ってます アメハ a ンランチ、はい。ランチ食べています,す。食べているの時は動作ですから、だからこのハブっていうの持っているではないので、これ、進行形にできますね。アメハ a ンファン楽しんでいるってやつね。これも進行形にできますね。これは状態動詞ではありませんので、こういう例外もあるので、生語問題ですね。間違い探し問題とかやる方はご気をつけください。はい。ということで、状態動詞と動作動詞の話でした。 続いていきましょう。I なんとか America for two weeks when I was in high school ってやつです。Have stayed in, went, have gone to visit e d っていうですね問題になっていますがまず時間を見てみます。そうすると When、I、was in I ですね私がいたっていう過去の印がついていますから過去じゃないのはどかします。そうなんです。だから Have gone to とかですね Have stayed in とかっていうのはどかさないといけないんですよ過去と現在管理を使っちゃいいけないよ。 っていうやつでした。で、残ったのは when とか visited なんですが、when とっていうのは、だいですね、when to America じゃないといけないですね。to がついてないの、ね、でダメ。ということで、答えは他動詞の visited ですね。I visited America for two weeks。はい。当然ですね、多くの人はこいつに引っかか,かっちゃうんですよ。 40 weeks ああ継続の印がついてるだから完了形っつってですね飛びついちゃう人がいっぱいいるのでダメです気をつけてくださいねなんでこれ別にこの期間を表す4のやつって過去形と使うこと全然普通にありますからね I lived years in Tokyo for two years. 私は2年間東京に住んでました何の問題もないですね今住んでないんですよという形で使うことできますので何の問題もないですだからハイスクールにいた時間がありますね高校 で高校にいたこの時間が過去でその中のうちの2週間を表してるだけですねアメリカにいた2週間っていうのを表してるだけなので全然問題ないですちなみに「ハードは覚えてますねそうある過去があってそれより前になっちゃうからこっちのことになりますよちなみに「ハードってやったらねだからハイスクールの時よりも前になっちゃうんでだから「ハード足す過去分子ね っってていいいううののはあある過去があってそそれれれより前の時に使う表現でですからねねれ忘れないでくださいね今回はそのより前っていうわけじゃないですかね。高校にいた期間の中のアメリカにいた期間ですから。この部分を表すので、この部分はちゃんと過去形で表してください。これね、まあ有名な問題あるんですよ。これと間違っちゃうっていうのね。いずれ応用問題とかね。まとめのところでやろうかなと思ってますので、はい。この考え方忘れないでくださいね。別に継続の印があるからといって、必ず官僚系とか官僚進行形にしなきゃいけないっていうルールはないので、間違えないように はい次いきます。「Will you 何とか finished it by next Tuesday?」って言ってます。「Make, be, have, let」ですね。もうさ、引っ掛ける気満々だよな、ね、これね。「Make」とか「B」とか「Have」とか「Let」とかさ。 死役同士の問題とかってね、思っちゃうじゃないですか。でも違うんですね、これね。で、この疑問文なんで、よくわかんないよって思ったら、平常文に直してみてください。普通の文に直してみてください。そう、疑問文じゃないのに直してみましょう。VVU で来てるので、I で返答したとして。 はい、こうなりますね。I will なんとか finish it by next Tuesday っていう風になります。これだったらめっちゃ簡単じゃないですかそうでしょ ?I will make finished あれ変だなってわかりまですね。I will be finished あ、まあ、I will be finished だけだったら OK。この it 取れないですね。そういうね。I'm finished って言えるからね。全然終わったよとか。でも目的を取れないからね。let なんかもうもっとわけわかんないでしょ ?I will let finish って意味わかんないですね。そうです。こういうことですね。で、そうです。by そこまでにっていうので、未来完了形ですよね。 未来完了形のこのハブねハブ足す過去分子のこのハブを聞いた問題なんですがこの Well っていうのを前に持ってきて疑問文にした途端にいきなり難しくなるんですよこれが出題者のテクニックです普段あなたが見慣れててているるる語語順順とと違うににすることによっっ難しくできるってやつですね。だ能動体を受動体にして難しくするとかね統治を起こして難しくする関係代名詞の塊にして難しくするとかですねいろんなやり方があるんですよなんで語順が 変わった時は元の文を考えてみる。疑問文だったら平常文にしてみる。受動態だったら能動態に変えてみる。関係代名詞だったら先行詞を入れて元の文に変えてみるとかですね。そういう風にやると答えが出せるものっていっぱいありますからね。ということでした。だからおいよ。100点にして by next Tuesday ですね。next Tuesday までには終わりますか？って言ってるだけです。完了させてる状況できます。っていう問題でした。 はい、続いていきましょう。It won't be long なんとかってやつです。Before Mary leaves.Before Mary will leave.After Mary left.After Mary will leave. After Mary left, after Mary will leave. <laughs> これよく出るんですよ。It won't be long ですね。すぐだっていうやつなんですけど。まあ、won't be long っていうですね。そういう歌が昔あったらしいんですけど。で、Mary it won't be long before です。はい、めっちゃ使います。こうするまでには Mary が出 ーブスするまでには長くないでしょうっていうことですね。メリーが出発するまでには長い時間はかからないでしょう。だからメリーはすぐに出発するでしょう。っていうものなんですけどこいつもそう気づきましたね。未来なんだけど時条件の 福祉施設発動なんですよ。だから、It won't be long before Mary leaves っていうので、福祉施設だっていうね、時じゃないですか、before。時の福祉施設発動で現在形になるっていう問題でした。before Mary will leave にしないように気をつけてくださいね。こんなところにもですね、時条件の福祉施設の問題って実は出てきたりするんですよ。だから、It won't be long before ってただただまらんきしてる人いるんですけど、実はこんな風に時条件の福祉施設の問題で出てくることあるので気をつけください。after とか選ばないようにね、お気をつけください。ただまあ、after の方にはほら、現在形ないんでね、どっちにしろ選ぶこと。 ででできないいすよねという感じでしたはい、どうだったでしょうか。まあ、最後、登記条件の復習もやったので、その辺の復習も入れてやってみました。結構、あこんな風に出されたら解けねえやとかね。あ出題者ってこんな風にして難しくするんだっていうのが分かってもらえたんじゃないでしょうか。そうなんですよ。引っ掛けようとしてくるんです。でも、その引っ掛けに引っかからないようにやっていかなきゃいけないんですね。なんで、きちんとお勉強してください。きちんとね、復習してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングのご支援もお忘れなく。 そうで始めました速攻英文法ですね。さあ、今回は、助動詞をやっていきたいと思いますね。本当にね、助動詞ってかなり難しいんですよ。問題出てくる場合ね。中で、ね、まあ、やっぱ中学校までだと非常になんか簡単な問題が多かったと思うんですけど、マイとかな、シュッとかな、とかね、すごく優しめの問題が多いんですが、高校レベルになってくるとですね、かなり難しい問題も出題されます。で、今回は、まあ、序の口です。え、今回やるので、うわ、やばっ。 って思う人いるかもしれないですが、今回は塩の口なんです。次回は癌。 と難しくなりますねそうなんですよ。実は助動詞の問題ってね、むずいんだよ、出てくるとね。だから、トイック出ないんですよ。僕、百何回も受けて助動詞の問題って一回しか見たことないんですね。ただ、読解の時とかはめちゃめちゃ大事なんですね。まあ、筆者の思いがこもったりするので、その動詞に思いを乗っけてくれるんですよ。そういう助けをしてくれたりするので、重要なことって結構多いんですけど、文法問題で出す時ってね、いや、むずいの出してくるな、っていうことが多いんですね。ただ、まあ、今回はまだ優しめですので、あそうかそうか、助動詞ってこんなんだったなー、 っていう、まあ、助装的なもの、女装つっても化けるわけじゃないですよ。それをまずやっておいて、次回、ガーッてですね、アーみたいなね、むずすぎってなってください。はい、では行きましょう。What's that song you're listening to?You don't know?It's yesterday by the Beatles.You なんとか That before hadn't heard, might hear, must h e heard, shouldn't hear っていうやつです。で、行きましょう。 はい、まあこれも即答してもらわないと困るやつなんですが、What's that song you're listening to ですね。あなたが聴いているそのミュージックなにって言ってますね。はい。 ね、この関係代名詞の省略とかって言うやつですけど、まあ、省略されるのが普通なんで、あなたが聞いているその歌は何 ?You don't know? 知らないのって言ってるわけですね。まあこういうふうに否定語平常文の語順ですね。この普通の語順で言うときはびっくりしてるとき You don't know? みたいな感じで否定語なんだけど、この疑問文みたいになってるやつね。It's yesterday by the Beatles。はい、Beatles によって歌われてる yesterday ですね。Yesterday ってやつですね。知ってる人多いと思いますけど、言うなんとか、え、before っていうふうに言ってます。でまあヒントはそうですね。before ついてますから、 前にと言ってるわけです。Might hear だったら聞くかもしれないこれからです。はい、4番、You shouldn't hear 聞くべきじゃないよ。Yesterday なんてそんな教育的に悪い歌なんか聞いちゃダメです。っていうのは過去ですね。前ではありません。なんでこれらはダメと。じゃあどっちなの h a r d e n e Heart or Must v e h e a r ね。やったでしょら h a r d e n e h e a r t ね。Hard 足す過去分詞は ある過去があって、それより前ですよっていう時に使うんでしたよね。ある過去がないざござあせんか。だから無理ざます。なんでこいつもダメ。ということで今回は、you must have hard ってやつですね。must have 過去分子と言われるやつです。どういう意味ですか ?must have 過去分子はそう。何々したに違いない。 ですだからこれ聞いたことあるに違いないよって言うとですねだから前に聞いたことあるよ絶対っていうそういう表現になりますね「マストだけだと「しなければならない」っていう意味ありますけどこういう風に「マストハブ過去分子の場合は「しなければならなかった」という意味にはなりませんので「何々」「下に違いない」っていう意味になるので気をつけなきゃいけません「えー、しなければならなかった」っていうやつだと何て言わなきゃいけないですかそう,そうそう「had <How> to」ですよね「had to do」の「 表現を使ってくださいこれがしなければならなかったですね。ということで、今回は聞いたに違いない。これ聞いたことあるに違いないよって言ってる問題でした。まあ、これは女の口ですよ、本当にね。はい。では次いきますね。May, must, should, would。はい。また助動詞を選ぶ問題ですね。Our teacher is requiring us to write another report.And now I have two to finish by Friday.I なんとか have finished the first assignment last week. はい厄介、えー、ですね。長い長い。時践はもう分かってるね。ハブタス過去分子ついてて、動詞だから、ああ、きっと前のことを表すんだろうなっていうのは予想がつくし、Last week っていうほら、先週っていう過去の印がついてますよね。だから前のことを表すんだっていうのは分かってる。A teacher が required to do ってやつですね。こうしろって言ってきたよ。何しろって言ってきたのったら、another report ですね。はい、別のですね。レポートを書きなさいって言ってきたと。And now I have two. To finish by Friday by フライデーまでに終わらせなきゃいけない。そのレポートが2つになった To r e p o r t s ってことですね。ここ省略されてますね。 あら、大変ですね。金曜までに2つ終わらせなきゃいけないんだって。それを持ってるよって。あ、これ、だ丈夫。完了形じゃないですよ。単なる動詞のハブですからね。で、だから最初のアサイメントは、まあ、宿題的なやつですね。課題っていうやつですけど、最初の課題を先週に終わらせておいたかもしれない。終わらせたに違いない。終わらせたんだったらいいじゃん。終わらせておくべきだったでも、しなかったっていうシュートが正解ですね。シュートハブ、過去分詞 こ PP っていうのがこうのこね過去分てですけどするべきだったのにしなかったって意味ですね。ということは「シュッとナットハブ過去分詞はそうしてはならないですね。すべきではなかったのにしちゃったっていう意味ですね。これはもう読解で答えにかかってくることめっちゃ多いのでちゃんと知っておいてください。すべきだ って訳されるくらいすべきだったのにしなかったねこっちはしちゃダメだよするべきではなかったのにしちゃったって言うんですねだからこれを最初のアサイメント終わらせるべきだったのにしてなかったんですよ実際はだから2個になっちゃったんですよっていう問題でしたウッドハブ過去分詞はね家庭法のところで出てきますねあの家庭法過去完了とかいうですね謎のやつで出てきますんでそこでご説明いたしますのでお待ちくださいねはいという形でしたでアサイメントですねアサインっていうのが割り当てるって意味なんでこれサイン印ですねあんたこれっていう風に、ね、あなたこれこれこれっていう風に割り当てる アサイメントは数えられる名詞なんですねそれに対してホームワークは仕事って意味のワークは不可算なので数えられないよっていうので出てくることがあるのでお気をつけください I have a lot of h o m e w o r k h o m e w o r k ってしないよね I have a lot of assignmentsS つきますからねお気をつけください、まあ、ちなみに合体して使うこともアメリカでよくありますね Homework assignments

I just don't understand what the problem is っていう風うになってますね。まあこれが read と読むか read と読むかは、この入るものによって違いますね。原型の場合や現在型の場合は read と読むし、過去分子だった場合は read と読みますからね。さて、このビデオが機能しない、動かない、見れないってことでしょうね。ねできないの ?I bet I think みたいな感じで、ね、推測してますね。You didn't read the instructions ね。説明書的なね。説明をちゃんと読まなかったでしょ ?You're wrong って言ってますから返事してますね。違うよって言ってですね。だから読まなかったんでしょに対して、 間違ってるよ。私はそれを読んだと言えばいいので、強調の do の過去形、did ですね。I did read them ってやつですね。だよっていうですね。相手の言ってることに対して、こう、否定して、強調して言うっていうのはよくあるんですよ、これね。I did read them.didn't だったら、これ。 You're wrong, wrong じゃないよね。読んでる。で、h a d とか h a d と使っちゃったら、ほらやったでしょだからよく出るんですよ。ある過去があって、それより前にしないといけないですからね。ビデオが動かない。ほら、現在形で書いてるじゃん。んだから、この read っていう、この過去形より前になっちゃった。意味不明ですからね。これとこれ同じ時間帯表してますので、だから h a d は使えません。ある過去があって、それよりも前の時に h a d を使うんだよっていうのは、助動詞の問題でも生きてきますからね。ちゃんとしっといてください。はい、今日ちょ、まあ一応助動詞の do とかっていう風に習ったりするやつですけど、まあ、うん、普通なの do you とかも 一応、あれは助動詞と呼ばれるんですけどね、本当はね。でも知らない人いっぱいいる do, have, be ってね、一応第一助動詞っていうね、はい。皆さんが知ってる can とかさ、あれ、方助動詞っていうんですけど、あれとは別の種類の助動詞なんですけどね、実はね。で、はい、実際読んだよ。読んだんだけど、I just don't understand what the problem is. ね、でも問題がわかんないんだよ、なんだかっていうふうに言ってます。あこういうふうにね、していること前に just とかね、使ったりすることよくありますね。I just don't understand you とかね、あなたの言ってることわかんねえよ、みたいなね。いう,うに言ったりしますとで。これはよく使うよね。だから、you don't like 何々 h みたいね、これ嫌いでしょみたいに、ね、言われた時 I do like it!」とかね言ったりしますね。なんでぜひとも押さえといてください。何でもいいですよ。You don't like Hira 先生、Right? みたいに言われて「I do like him!」とかってねいうに言うことできます。はい、続いていきましょう。I remember that whenever my parents went out in the evening, I なんとか the job of looking after my younger sister. はい、難しいね。Must have got a l l t o g e t have got would get. です、ね、さあ、どれにしますかまず、はい、時間考えるんですが。I remember Whenever parents went my that out 覚えている Whenever my parents went out. です、ね、ほら、外出する、in the evening にって言って、まずこれ、時際、過去ですね。で、その過去のことをこれ、思い出してるわけですよね。I remember it って言ってますよね。My parents が in the evening に出てったとき、私はこのジョブを、まあ、ゲットしてたってことですよね。で、どういうジョブかって言ったら、look after, 世話するですね。take care of みたいな意味だよって、ね。 My younger sister の世話をする仕事ですね。面倒を見る仕事をゲットしてたっていうので、まず went out っていう過去なんで、過去になってない。all to はほら、シュッとですよね。こうすべきだって、これからのことね。have がもそうですよ、これ。ねこれ、現在完了形ですから、合ってないですね。現在完了形は今のことですから。ああ、じゃあ過去だから、must have いいんじゃないの ?must have 過去分詞ですね。下に違いないじゃないですか。 で私はそのジョブをゲットしたに違いない記憶喪失になっちゃいますこれね, <laughs> ねマスターブが下に違いないそうなってたに違いなかったっていうですね実際の経験してないじゃんそれってことになっちゃうのでなんで一番ふさわしいのはこれです「<noise> ウッドゲット」ですねえっていうんですよそうすると「何これこのウッドは何のウッドなんだよ」っていうふうに、ね、なっちゃうわけですよえ 未来とか推測とか家庭法とかじゃないのってね家庭法過去なんじゃないのとかね思った人いると思うんですけど他にもあったの覚えてますすすははいいそうでで習慣ですね、はい、ウッドには過去の習慣を表すウッドが存在するのでよくこの仕事をやったもんだったって。 っていう意味なんですよえーってねなっちゃう人すごく多いのでちゃんと復習しておきましょうこれは大事ですねはい。ウッドっていうのが過去の習慣を表す時ってまぁ、あ、いつでもいいわけじゃないんですよそう何でもかんでも言えるわけではないですだってなんとかだろうっていう意味もあるじゃないですかウッドってややこしいしかもしてくれますか宇宙何々とかもあるじゃないですかめちゃくちゃややこしいんですよなんでこの意味で使われる時っていうのはちゃんとね条件があるんですよこういう時は使われるんだよ っていうのがありますでどういう時って言ったらまずですね主語が「人」じゃなきゃいけません「人」これ大事人 would でまあ教科書とかだと「o f t e n っていうのが出てくるよねだここによく「まあ、usually」とかでもいいんですけど頻度を表す副詞が出てくるで動詞が出てくるんだけどここは動作動詞じゃなきゃダメだよっていう条件がありますこの時によく何々したもんだった っていう意味になりますあ。もちろん過去でやるっていうのが分かる分じゃないとダメですけどね人間が主語でほら愛人間ですねそして頻度を表す福祉がいるとオフンえないじゃないですかいやあるじゃん whenever my parents went out in the evening ですからねこれ parents がいない時はいつもですからいつもは頻度ですね always とかもそうですけどねで get は動作同士ですから3つとも ちゃんと満たしていますねということでこれ過去の習慣になるわけですこれ結構ね勘違いしてるユース・ to と同じだと思ってる人いますけどユース・ to はなんかほら過去はこうだったけど今は違うっていうので覚えるじゃないですかいいんですよそれで下のレベルの問題だったらそれでいいんですけどユース・ to っていうのはこの条件がいらないっていうのでそう人じゃなくても頻度が乗ってなくても動作同士じゃなくても使えるっていうのが特徴なんですよ実はだからまあよく言うんですけどそこにかつて公演がありましたっていうのを英語で言ってください で、これは、はい。There used to be a park there. っていう風に、かつて、そこには、パーク、公園がありましたって言ってますね。こいつは、見てわかるんですね。B 動詞ですよ。B 動詞っていうのは、ね、わかんなかった方、前回の動画見てくださいね。状態同士ですよね。存在するっていうのは状態同士です。ほら、動作同士じゃないですね。ちゃんと見てね。つながってますからね、ちゃんとね。連動させて私、この動画作ってますので。で、主語は、ほら。 人じゃないですね。パーク。頻度書いてないですね。という風うに使えるんですね。知っておいてくださいね。そう。ユース2ううの方が実は使いやすいんですよ、これね。ウッドの方が難しいんですよ。なんかユース2が正解になることが多いから、ユース2の方ばっかり勉強する人がいっぱいいるんですけど、そうではありません。ウッドの方が厄介ですよ。もちろん例外はありますよ。いわゆる小説、物語文なんかでは、全然こういうのを守んないで、いきなりウッド登場みたいなのはよくありますよ。あ、守んないでっていうのはこの頻度とかなくて、いきなり。今回はほら、ちゃんと過去形がくっついてる文だったからさ。あ、わかりやすい。 安かったけどその過去形がくっついてないでいきなり出てくるとかっていうのは物語だとよくありますねその文中に過去形を表すものがないよとかっていうのもあったりするのでお気をつけくださいはいどうだったでしょうかああそうかこんなグッドあったなこれ出てきたら厄介だなって思った方ぜひともですね高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングよろしくお願いしますいくらでも構いませんのでいただけたらと思いますはいこんな感じですねでいきますのでぜひとも応援よろしくお願い いたします次回は難しいです先に言っときますけどということでしたはいご視聴ありがとうございましたハイグッズホーダ始まりましたそうあそこエヴンプーですね今回は情動詞の2回目ですこいつがムズいんだわ本当超どうしようみたいなね感じになりますのででは早速やっていきたいと思いますはい1問目ですね Mrs.Jones I'm sorry I had to miss your piano lesson last week It's a pity you なんとかカンパ I know how busy you've been recently で選択肢が could,couldnt,didn't have to,had to ってやつですねこれ二人が喋ってるわけですね一人目のこの点々のねやつが生徒が喋ってて二つ目のやつがこの m r s ジョ n e s が喋ってるってことでしょうねごめんなさい I had to mess your piano lesson last week なんで先週のねピアノレッスン行けなかったと言ってるわけですね It's a pity なんとか残念ですってやつねこれね あ、必要なんで忘れないでください。It's a pity とか What a pity みたいなの出てきますんで、知っといてください。シェイム問題ですね。えっちゃシェイムっていう時もあ、つきますね。残念っていうね。言うなんとかかん。はい、来れなかったんだよね。But I know how busy you've been recently ですね。最近どんだけ忙しいかを知ってるようですね。How の後ろに形容してきてますね。どれだけ忙しいか知ってるよって言ってるので、はい、来れなかった。 ったっていうのは来るんですね。はい、できなかったが正解です。大丈夫ですね。来れなかったのは残念だけどねって言ってるのだ。これが正解ですね。Didn't have to だったら来る必要はなかったです。 来る必要はなかったのにって言ったらさ、なんか来ちゃったみたいな感じするよね。ということで答えは来るんです。で、これ自体はそんなに難しくないんですけど、意外とですね、厄介なそこのクッドっていうキャラクターですね。非常に厄介。否定文の場合はね、できなかったって全然問題ないんですけど、肯定文の場合のクッドっていうのが厄介なんですよ。クッドっていろんな意味あるじゃないですか。ね、可能性の意味のね、えー、ものもあれば、こういうふうにできたっていう意味もあるんですよ。で、どういう時に厄介な取材がされるかっていうと、こういう時ですね。 これですね、試合に勝つことができたっていう時この時に「クッドはダメだよ」一回しかやらない動作の場合ですね一度きりの動作の場合に「クッドはダメなんだよ」この場合は「BABLETO」を使わなきゃいけないんだよ。 っていう問題が出るんですよ。I was able to win the game.I could win the game はダメだよっていうのが出題されますのでお気をつけてください。これ難関題で出るのでちゃんと押さえておいてください。否定語の場合はいいんですよ。I couldn't win the game でも、I wasn't able to win the game でもどちらでも構いません。っていうここが厄介なんですよ。そう、can't be able to ってなんとなく同じみたいだなって思ってたけど、実はこんな違いがあるので、ぜひとも押さえておいてください。なのでこの問題選びました。ね、なんか、あそういけなかっただからこれでしょって簡単だと思った人もいると思うんですけど、実はこういうところが狙われることも でこっちも押さえておいていいいくださいははい、次ですジムはねスキーのアクシデントなこれスキーに INGK つける時ねこれ。 はい。2個になりますので、お気をつけください。はい。アクシデントにあったと。で、But he's alright. <S 大丈夫なんですね。His lucky って言ってるから。Because なんとか hurt himself badly って書いてるわけでしょ。大丈夫なんですよ。alright.lucky って言ってるわけだから、怪我してないんですよね、そんなんね。だから、my,my とつはこれ未来になっちゃうしね。should the heart です,、ね、すべきだみたいな。will have 未来ですかもう意味わかんないですね。どれも時間がおかしいですね。なんで。 え答えはクラブですで自分を傷つけちゃってたまあつまり怪我するってことですけども というふうにしてただろうっていうこれですね一番が正解になりますでこういうふうに可能性っていうのも表すわけじゃないですかで気がつきましたねあれなんかこれ似てないクッドハブとかクッドとかで出てきてもうしててもおかしくなかったよねみたいなやつそうですよ皆さんが習っている家庭法ってやつですよねそうだから助動詞のところと家庭法のやつって切り分けが難しいんだよね 似たそうだから次回からは家庭法に行きますねでこのクッとっていうのがまあ出やすいんですよすごく非常に問われやすいので是非ともねどんな風に出てくるのかね家庭法のところもね楽しみに待っといてくださいだからもっと怪我しちゃってたかもしんないよだから実際はしてないんですよっていう風に出てきますまあこの 時間の印っていうのも出てきますよね。そうだ時性とも関わってくるそう助動詞の問題って時性と関わってくることもある。でもちろん仮定法のところも時性と関わってきますよね。だから最初に時性やったんですね。ものすごく怪我しちゃってたかもしれないけど実際はしなかったっていうほら仮定法とぴったりですよね。はいでは次行きます。What did you think of last night's game? The team played well, but they, なんとか better, in the first 20 minutes. これですね。出てきたときめっちゃ間違えましたね。多くの人が。なんでなんでこれっていうですね。実際解説もみんな困ってたりした問題ではあるんですね。だから予備校の教材にもいっぱい入ってましたね。What did you think of? はい。これについてどう思いますかってですね。Last night's game ですね。昨日の夜にあったわけですね。昨晩のゲーム。どう思った ?The team played well ですね。t e a はうまくやった。でもってきてますね。はい。ば。でも、こうだよっていうふうに言ってます。 でもよりよく「better」ですから最初の20分はプラスとマイナスこれ逆にならないといけないですからもっとよくできたはずでしょう実際はよくなかったよってことですねほら来ましたね「could v e done」そうなんですよ実際こうもうちょっとよくできたはずだ 言ってるわけですねこうなはずだ。でも実際は違ったよって言ってるわけ。Didn't do better. まあこれ、well だったらわかりますよ。didn't do well 最初の20分間はうまくやってなかったよだったらわかりますけどね。better だと比較するのがよくわかんないですね。めちゃくちゃになっちゃいます。で、hadn't done だったらこれ時間もっと前になっちゃいますからね。覚えてますね。ある過去があって、それより前を表すのが過去完了だったでしょ。だからこう時間めちゃめちゃです。これだってプレイしてる時間の中の20分間ですかえー、それより前ってどういうことってなっちゃいますね。must have done better. よくやっただろうそれいいことじゃんね <laughs> 意味わかんないけどということで実際はよくやってなかったんですからねということでこれが正解ですねマストハブ団んていうのは何々下に違いないですからねということでうまくやったんだけど最初の20分間もっとうまくできてただろうでも実際はしなかったってほら家庭法とぴったりじゃないですかそうこういうふうにあ だから助動詞の過去形ってね仮定法っていうのとつながってくるんだっていうのがわかるわけですだから if がいるのが仮定法じゃないんですよこういうふうに助動詞の過去形っていうのがいるのが仮定法なんですよねはい次ですね last summer my husband and I stayed at the small and inexpensive B&B in London it なんとか better I was totally satisfied っていうふうに言ってます。はい。Last summer ですね。この間の夏。で、My husband and I stayed at the small inexpensive はい安いですね。B&B って知ってますか ベランブレクファーストですね。ベッドがあって、ブレックファーストがある。まあだから、なんかちっちゃい家とかがあって、それのまあ2階とかを B&B にしてる人もいますし、なんかどっかの部屋だけを B&B にしてる人もいたりするんですけど、そこに行って、まあ寝て、で朝ごはんが出てくるっていう、普通のホテルよりも安いっていうことが結構多くて、まあカナダとかでもあったし、あとはサンフランシスコでもそうでしたね。ありましたね。アメリカでも見ましたし、そう、ナイアガラフォールズね。ナイアガラの滝のちょっと周りにすごい、 B B、ってンランドンですかね。これ、ロンドンじゃなくて、ランドンですね。で、it なんとか better, I was totally satisfied って言って、can be, could have been, couldn't be, couldn't have been っていう風にいっぱい並んでますね。<laughs> 厄介ですけど、まず、I was totally satisfied. 過去の話してますね。stayed とかって過去の話してるし、last summer 過去の話してますよね。だから過去の話なんで、can be はもうダメですね。で、残ったので選ぶんですから、ルンビーって言ったら、これ自体ではできなかったの意味だと過去なんですけど、こいつ単体だったらこんなはずがないみたいなやつなんで、だから消えて、このクラブビぶ been かクルンハぶ been なんですよ。で、満足したというプラスの意味になるのはどれかっていう問題ですね。で、プラスの意味 になるのはこれなんですよ。否定がついててあれって思っちゃうんですけど、これが正解です。It couldn't h a っていうのが正解です。え、知らないですか？これで最高だったって意味ですね。ああ、何それ？いや、簡単ですよ考え方で。こういうね、満足ニコニコランキング。 なんじゃこれ。あ <laughs>、これ顔ですよ。顔、顔、顔。顔わかんない人と、輪郭出しときますね。があったとして、嬉しい度ランキングっていうので、これ以上ベターなものは、いいものはなかっただろうってことは、どこですかこれ以上いいものないっすよって言ったら、そうですよね。これ以上いいものがないってこと最高じゃないですか。ね、ニカニカニカニコニコニコですよ。 これ,こ,れこれに決まってるわけですよね。だから最高っていう意味ですね。これ以上いいものはなかっただろうってことはこれが最高ですね。じゃら現在のことだったらこの「Havebeen」のとこどかして「I couldn't be better」ですね。そしたら今のことになります。「I couldn't be better」ってたら最高ですって言りますね。 意味で,すね、で、すねでこれは過去の話なんで、これ以上のものはなかったですよっていう風になるわけですね。くるんびですね。くるんび better って言った場合は今のことになります。で、くるんはっぴんって言った場合は過去のことになる。あ、そうですね。まさに、家庭法過去と、家庭法過去完了とかっていうあいつらじゃないですか。そうなんですよ。あいつらって、こういうふうに助動詞の問題として出てくるんですね。で、助動詞の問題の時に選ばれやすいのが、このクッドっていうキャラクターだったわけですね。わかりましたそうだ。クッドっていうのが出て 出てくるる可可能能性性は結構あるんでこの可能性のクッドぜひとも覚えておいてください。わかりましたかぜひともね、この動画がクルンビーバラー最高だと思った方は、まあ、最高だと思わなくても、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングの方もよろしくお願いいたしまする。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。 そうで始まりました。速攻英文法になりますね。さあ、今回なんですけども、まあこの間ね、博多にね、行ってきてですね、このラーメンを食べていた時に、地元の人は違うんですよね。とか言ったわけですやっぱ東京なんで、あんまりね、いろんな麺の硬さあるじゃないですか。あれでどうですかって聞かれた時に、ちょっと、ね、柔らかめとかって答えちゃったりするんだけど、でもやっぱその人が言ってましたよね。いやいやいや、家庭法がいいに決まってるって。 はい。ということで、今回から仮定法をやっていきたいと思います。If I had studied harder, I, なんとか a better score on the test yesterday. っていう風になってます。w e l l get, will have gotten, will get, would have gotten. っていう風になってますね。さて、どれだかわかりますかもうわかってますね。そうです今回は仮定法の基礎ですから、ちゃんとわかっているかどうかをチェックしていくだけですので、はい。いつの話してますかこれ。 はい、過去の話してますね。昨日って言ってるし、if の塊の中に過去完了形があるやつは仮定法過去完了っていう名前になるんでしたね。はい。仮定法過去完了はいつのことですかっつったら過去でしょうということですね。はい。ああややこしい。 ということで仮定法過去完了は過去のことを表しますよっていうやつでしたで仮定法過去完了のやつははい主節にどんな形が出てくるのって言った場合にそう助動詞の過去形はいさよなら2つプラスハブタス過去分詞が主節に出てくるよっていうのが仮定法過去完了過去のことですからだから4番が正解 ね、if の中に過去完了形が出てくるそして主節に助動詞の過去形たすハブたす過去分詞が出てくるんだよっていうやつでしたちゃんと思い出しましただからもっと一生懸命勉強していればな実際はしなかったんですよそしたらテストで昨日もっといいスコア取れたのになって言ってるわけですはい浪人生の皆さん思ってますねそうもっと一生懸命勉強してたらなですね行きたい大学に行けたかもしれないのにっていうことですねだから実 実際はやってないよっていう、それが家庭法ですね。実際は違うよっていうやつですはい。なんで、まあ前回のね、助動詞の2番目ですね。それが連動してますので、そちら見てない方はぜひともそっちも見ておいてくださいね。という感じですよ。これ、復習していきますよ。だから、レベル上げていきますので、はい、2週目、3週目とかってどん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 難しくなっていきますので、ご覚悟をお願いいたします。で、家庭法過去だった場合は、現在のことですね。現在もしくは未来のことを表しますね。だから、if I studied harder, I would get a better score on the test。Yesterday は無理ですけどね。 ででもっと勉強したらより良いスコア取れるのになっていうやつでしたでは2番目いきましょう I could have done it for you if you 何とか。 っていう風になっております。ask me to, ask to, had asked me to, have asked me っていう風に。はい。これがですね、もうすでに実は時世のところとかでもやってるんですけど、文法事項を2つ以上ぶち込んでやると一気に難しくなるっていうことができるんですね。はい。入手問題って。だからこの I could have done it. ね、これが先,先週じゃないまあ一応先週の講座なんですけど、はい。前回のやつですね。これできただろうっていうですね。あなたのためにそれやることができただろう。実際はしなかった。 ということです。だからこれは仮定法になるわけですね。仮定法過去完了。仮定法過去完了はいつのことでした？そう過去のことです。では if の方の中には何が出てくるの？そう had p l 過去分詞が出てくるんだなっていうのがわかります。はい。で見ると had p l 過去分詞はいません。ということで。 これが正解。3だけいる。あとはいますね。Had asked me to で,です。で、これがパッと選ぶことができるんですけど、分かってますねそうです。他の複数の文法事項を選択肢に混ぜることによって、さも、これは ask, to do のことを聞いているかのようなものに見せてますよね。別にこんなのさ、asked でもさ、この had asked でも had asked me でも had asked me to でも、それでもいいのにさ、わざわざこんな形にしているわけですよ。そこ、だから関係ないわけですね。だから関係ない文法事項 をぶち込んんででわざと分かりにくくしてるんですよこれねこれが出題者のテクニックです2つ以上の物事をぶち込んで答えを分かりにくくさせるっていうテクニックですでも今回はちゃんとああ歯で出すかこの虫だっていうのさえ見抜けていればそこさえ見抜ければ答えが出せるってことですそうだいっぱい肉がくっついてんですよでその肉をどかしてちゃんと見えた隙の糸っつってですねズーッてですねちゃんと日の神かぐらーってやるのが大事なんですね演分 ということでした。で、もしあなたが私にそれをするように、まあ、せ正確に言うとこういうことですね。do it ですね、えー。してくれって頼んでくれてたら、私があなたの代わりにあなたのためにできたのに、もう実際はできなかった。何、イットは。何をしなかったの知りたいあ。ちなみにこういう文はトイックでは出ないんですよ。トイックだと、この何これ意味がわかんないんだけど、状況何っていうような文は出ません。いきなりイットとかってね、出ないんですよ、トイックって。はい、では次いきます。 If it had not been for her father's advice Maiko nantoka in trouble now Will be, will have been, will be, will have Sa, yoku aru yasu desu ne kore If it had not been for てきてまあこれ次回やりますけどこれがなかったらってやつですねまあ覚えちゃっていいですよ父親のアドバイスですねはいアドバイスがなかったら舞子っていうのは今トラブルに巻き込まれてんじゃないのっていうやつなんですがこれ家庭法ですねだからここのまあ、いわゆる従属説と言われるやつ条件説とかって言われてるやつは家庭法過去完了ですね それに対してああじゃあ分かりましたこっちも仮定法過去完了だからないってなるわけですか、ね「ない u l d have been」ウッドハブビンの「b の e がないこの問題は間違ってるんだ「ビ e っていうふうに思っちゃうかもしれないんですけどこれですね時間見てくださいよ。now って書いてますねこれいつのことですか今でしょうはいですね今のことなんですよこいつはね今のことなので今のことを表すのは仮定法過去完了ではなく仮定法 過去はそうです。ということで3番ですね。I would have be been in trouble now っていうのが正解でした。なるほどそんなの出てくるんだ。そうなんですよ。これまあ家庭法のねじれとかでね、よくわかんないですけど、軸を歪めてるのかなだかよくわかんないんですけど、条件説の方は過去のこと。 でも、主説の方ですね。季節説とかってよく言ったりしますけど、かっこいいね。なんかね、季節説。みたいなね。の方では、今のことっていうのは出てくるんですよ。だからこっちは今のことなので、would be なんですね。で、その場合、えー、わかんないっすよ、そんなのっていう人いいかもしれないですけど、その場合はちゃんとですね、now とか today が大体出てるので、今だよっていう印ついてるので、それで答えれば大丈夫です。なんで、そんなに恐れる必要ありません。まあ、ただね、センター系とかでやったらさ、would have been だったら、ネイティブ結構 would have been 選んじゃいますね。だからない。皆さんはそれで覚えてください。このネジ じれっていうので、覚えて、今のことなんだから、これ、仮定法、過去が正解だっていうふうに覚えてください。はい、続いての問題です。I. like my job, but I wish I made more money. Me too, FI なんとか。I could buy a new car. って言ってますね。さあ、まさにわかりました。これが前回のとつながっているっていうのがわかりましたかね。はい。結構私、そのつながり重視するので関係性見えますね。私は仕事好き。でも、I wish I made more money. ですね。もっとお金が稼げたらなーってやつですね。だから実際は稼いでないやつですね。で、Me too, そうそう。私もだよ。FI, I could buy a new car. 新しい車買えるのになーって。 ってことはそう実際は変えてないんですねでこれいつのことですかそう仮定法過去だから今ですね今もっとお金を稼げてたらになるのははい did, do, had, have, have どれですかそう答えは did ですね仮定法過去にしてやってくださいね条件説さあディルが指すのはどれそう、元のやつね大同士とかって言われるやつですけどはいもともとは そうです。If I made more money ですね。もっとお金が稼げていたら新しい車が買えるのにな。 If I do だったら、If I make more money になっちゃいますね。で、If I had だったら、If I had made more money になっちゃうので、家庭法過去完了になっちゃいますね。Have, if I have made more money になっちゃいますね。これ現在完了になっちゃいますね。ということで、正解は1番の D でしたっていうですね。はい、だこれも混ぜてきてるわけじゃないですか。この大同士の知識と、プラスで家庭法の知識を混ぜてきてるので、難しくなるわけです。だからこういうふうにポイントが一つよりも多くなると、うがあわは っていう風になっちゃうわけですね。でもそういう邪魔な肉を削ぎ落として、ちゃんとこれだ、こう来てるんだから、だからこれが正解なんだ、仮定法過去なんだっていう風に見抜いて答えを出すっていうのが大事になってきます。はい、ということでした。どうでしたか？できましたかね？はい、また次回もですね、仮定法やっていきますので、是非とも問題解けるように練習していってもらえればいいんじゃないかなと思います。あ、ちなみにあの冒頭のね話してた博多にっていうのは博多に行けたらよかった たのになーっていう単なる妄想ですので If I could have gone to Hakata, I would have said such a thing みたいなね家庭法がいいって言いたかったってことでしたはいこの動画が良かったら是非とも高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングもできる方は忘れずにやってくれたらなーと思っております Thank you for watching で始まりまままりりりした英文法の法の仮定ににななすすね3回目になります今回は今まで習ったことをですね使って実際のちょっとレベルの高い問題を解いてもらいたいと思います実はですね僕ねこの間博多に行ったんですけども <laughs> はいこれも3回目ですはいでは行きましょう是非1回からね見直してください何のことだか分かんない人ははい 今回はですね、空所が2個あるやつですね。まあ、あ選択試験でこのパターンで出たことがあったんですけど。I would, なんとか the movie last night, much more if I, なんとか the novel before I saw it。で、A、選択肢の方が A に Enjoy が入る。B に HadRead が入るっていうのが一番ですね。で、2番が A に Enjoy が入る。B に Read もしくは Read が入る。3が A が HaveEnjoyed。B が HadRead。で、4番が A が HaveEnjoyed。B が Read もしくは Read ってなってるわけですね。さて、さてそうなんですよ。これがね、2箇所空所になっている っていうのとで、しかもいろんな印がね。非常に面倒くさかったりするんです。あ、これどれが何の印なの？って思っちゃったりする人がいるんで、これが仮定法と現実の時勢がごちゃ混ぜにされている場合なんですよ。だって、主節の方もわかんないんですよ。これらね。わかんないし、if 節の方もわかんないんだもん。時世が仮定法過去が定法過去完了かっていうのを。 if のだから他の印を見つけてそれで答えを出さなきゃいけない。まず最初はそう、l a s t night っていう過去の印がついてますね。これね、絶対過去じゃないですか。で、過去のことを表すのは過定法、過去完了ですから、過去完了形なんでまず来きますね。これは Would have enjoyed。これ助動詞の過去形たす、have たす、過去分詞でしたよね。じゃあ、はい、if 説の方を見てみましょう。if 説はいつのことなんだいって言った場合に、 そのラストナイトの実際映画を見たわけですねそうなんですよだからここが現実なんですよこれねこれ現実の過去なんですよそうだからこれ過去の話しますよねだからその映画を実際見るよりも前に小説を読んでいたらってことは過去じゃないですか前の話ですよねこれねだから Had Read じゃないといけないということで答えは3番ですね I would have enjoyed the movie last night much more If I had read the novel before I saw it ですね。実際にその映画見る前に小説を読んでいたら、ほら過去のことだから家庭法過去完了。そしたらずっとその映画を楽しめただろうにっていう風に言ってるわけですね。そうなんですね。小説見てた方が楽しめる映画もありますかね。ということでした。こういう風にですね、現実と家庭法のファン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 の頭の中がですね、混ざる問題っていうのが、これが結構難しいんですよ。まあ、前にも言いましたけど、いろんな事項がね、肉が食って つけられてるとややこしくくく感じちちゃゃううよよかんんななっですよだからちゃんと肉をですねどかしてちゃんと骨を立つっていうのを実践しないといけないわけですねそういうポイントになりましたはい続いての問題です「If I なんとか you were here before I left home I なんとか your book with me」っていうふうに言ってますまた A と B ですよ A が「didn't know」B が「h a d brought」A が「had known」B が「would have brought」 A が hadn't known B が would bring A が knew B が had brought っていうふうにねもう実際ぐっちゃぐちゃじゃないですかもう何が何だか分かんないよっていうやつでこれも条件説の方ですね if の塊も空欄だし主説の方も空欄になっているよっていうね、はい、こういう形なんですが主説も従属説も両方空欄になっているさあだからまず時間の印を見つけましょう時間の印はそうですね you were here before I left home っていうここが 現実なんですよ。ね。そこに気がつかないといけないわけですよ。仮定法の部分と現実の部分をちゃんと見極めてください。私が家を出発するリーブホームですね。家を出発する前にあなたがここにいたっていうこれは現実の顔ですね。実際いたんですもんこの人。実際そこにいたってし ててていたらなあって言っ言るんですよそうだからこいつなんですね答えはね「知らなかったらなぁ」はどういうことなんだってなっちゃうんだこれ意味的にも変だな。そうですだからここが過去だから「家庭法過去完了だ」「ハルタス過去分子発動」っていうふうに解けたかどうかになるわけですね。あなたたがいって,知って いたら I brought your book with me ですね私ちゃんと本持ってきたのに。ですね私と一緒に本持ってきてたのに。ってね。とてうわけでもう実際は来ること知らなかったから本は持っていかなかったよっていうですね。あなたの本持っていけたのにっていう状況だったわけですね。知らなかったら持っていくだろう。これ家庭法過去だから今のことになっちゃうね。っていう風に状況もわかりづらい。どこが現実でどこが非現実なのかを判断しないと特定しないと答えが出ないよっていう問題なんですよね。こういうのね。 違う人多いですねだって2つあるもんね空所もね。という問題でした。まあ、状況を考えるのもちょっと難しかったなというふうに思います。はい続いていきます。 っていう風に言ってます。はい。was, was not, would have been, would not have been. っていう風うに言ってますね。で、デビットが、怪我しちゃった。ま、あよくこの家庭法ね、怪我した。出てくるよね。アクセント injured. ね、これ injure にしないように気をつけましょうっていうのが出ることありますので知っておいてください。injured and the accident.accident で、一応 by じゃなくて in にしましょうねとかっていうのも出たりするので入れておきます。怪我しちゃったんですね。で、if only こうだったらなーってですね。if only he had left home five minutes earlier あとそのアクシデントの5分前ですね。アクシデントの5分前。 前に出ていたら出発していたら彼はその「あっ一頭」でですねアクシデントですアクシデントに巻き込まれていなかっただろうにですねはい実際は巻き込まれたんですよ。ここ、ね、こっちは現実ですここは現実でですすね はい。現実では巻き込まれたんです。でも、ファン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 っていう家庭の世界では、あ5分早く出ていれば巻き込まれなかったのに。これね、5分、まあ遅刻してたのか何だうかよくわかんないですけど、その時間に出ちゃったせいで、交通事故に遭っちゃったっていう、ちょっと悲しい話でしたね。ということで、まあ家庭法ではない位置には消えるし。 ウッドハブビンだったら巻き込まれていただろうですから、実際に巻き込まれてるんですよ、現実は。だから非現実はおかしい。っていう、これは文法的に、このウッドハブビンとウッドの d n o ンっていうのを入れて、プラスで意味からウッドハブビンなのか、ウッドのハ not なのかを選ぶという問題でした。なので、文法事項プラス意味っていうので解く問題でした。で、このですね、if only が出てたんで、この問題選んでるんですけど、if only ってこういうふうに従属説で、こうだったらなーっていうふうに使うこともできるし、もう 家庭法で、これだけで単独で使うこともできます。If only he had left home five minutes earlier っていうふうに言うこともできます。この主説なしで使うことも可能です。つまり、なんか似てないですかこれと似てるんですよ。こうだったらなってやつ。そう、I wish と似てるんですね、実はね、これね。 The I wish he had left home five minutes earlier っていうのと If only he had left home five minutes earlier っていうのはすごく似てるんですね実はね。というのでこういうので出題されることもあるのでぜひとも間違いないように気をつけてください。あと Only if とごっちゃになっちゃったり、ね、する人ね。この場合のみっていうね。Only if とごっちゃにならないようにしてください。If only はこうだったらなっていう意味です。こうでさえあればなみたいな意味ですかね。 はい次です The beach was beautiful I wish I なんとか longer はい I wish きましたよほらね If only ね Have stayed Crab stayed Can stay w i l l stay はい。I wish の場合は <noise> そう仮定法発動ですから過去形とか助動詞の過去形が登場しなきゃいけないからさよならさよならさよならヨド長春ですはい誰も知らない誕生日が同じ というやつですけど、さあ、だいですね、I wish I could ですね、はい。I wish I could have stayed longer. でこういう風うに過去形とか助動詞の過去形は見てるんだけど、助動詞の過去形足す、have 足す過去分詞も出てくるんだよっていうのは知らない人もいるわけです。だから、先週言ってましたね。そう、前回の講義ではちゃんと喋ってたんですよ、そのことについてね。The beach was beautiful っていう過去ですね。まあこれで、beautiful で美しかった。で、I could have stayed longer もっと長く入れたらな。もうだからもう帰ってきてるんでしょうね。もしこれが、if I could stay longer って言ったら、なんか出発。 直前みたいな感じでねビーチがあ美しかったなビーチもっとここに長く入れればいいのになとかだったら I could stay longer で,、ね、でもう多分うこれは出発して出てってるわけですねそのビーチのところから出てってて、まあ、ビーチのあるその街だかんだかわかんないですけどそこから出てっててあ,あそこにもっとね長く入れればよかったなみたいにはいそういう場面でしたはい続いていきます I didn't go to class yesterday because my car broke down you なんとか mine I wasn't using it Could borrow, could have borrowed, may borrow. May have っていう風になってます。さあ、どれでしょう。そうです。これだから前回のやつで出てたと思うんですけど、ね、前回、前回、前回ですよね。こういう風に、if が出てこないやつだって登場するんですよ。昨日クラスに行かなかったよ。なぜなら車が壊れたから。これ現実ですね。現実の過去のこと言ってます。で、you なんとか m i n e i wasn't using it. それ私使ってなかったんだから。だから、あなた、私の車、これですね、m i n e っていうのは my car ですから、私の車を使うことできたのにしなかった。 現実はっていうこれ、これ、できたのに、これすることできたのに、こういうことするの可能だったのにってやつ。メイ、これ、現在ですね。クッドもそうですよ、これね。だから、クッドができたで覚えるのは危険ですからね。そういうなんか、能力があったとかね。そういう場合だと出てくることはあるんですけど、あんまり過去で出てくることないから。過去のことはクッドハブ過去分子。こっちで出てくることの方が圧倒的に多いです。メイハブ過去分子も、まあ、あるにはあるけどさ。でもこれ、縦方じゃないんでね。なんで、こうすることができただろうに、でも、しなかった。 っていう家庭法過去完了になっているわけですね I wasn't using it 使ってなかったんだからっていう過去ですねで家庭法過去完了は過去のことを表しますからね車壊れちゃってさねクラス行けなかったんだよなんだ言ってくれればよかったのにってことですねもし私に言ってくれれば If you had told me とかだったりですね If you had told me you could have borrowed mine I wasn't using it いいいううううに言言わわけけでででですすねとと形こがきたはい、家庭法奥が深いですね。イフが出てきたら家庭法だと思っているとそうではありません。if が出てこないパターンだっていっぱいありますのでこうだったらこうなのにあっていうこの 常動詞の過去形っていうのをまずは忘れないでください。これが仮定法の印になることが多いですかね。常動詞の過去形プラス、ハブタス過去分詞は仮定法、過去完了で過去のことを表すんだよっていうものでした。はい。ぜひともこれ押さえておいてください。はい。この動画ね、よかったら高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングもぜひお願いします。本当にね、チャンネル登録まだしてくれていない人は、I wish you would subscribe to this channel ですね。はい。このチャンネルをサブスクライブしてくれればなと思っております。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。 こ早で始まりました速攻英文法ですね。久しぶりですけども、家庭法の4回目に行きたいと思います。そうです。家庭法って長いんですよ。やんなきゃいけないことがたくさんあるんですね。次回まで続くんで、えー、それぐらい長いんですが、まあ、家庭法のね、非常に大事なポイントがあるので、もうちょっとやってるんですけど、そちらをちゃんとやっていきたいかなと思います。それではよろしいですかいいはい、1問目いってみましょう。I will buy you lunch なんとかあ、uh, you.She smiled rather she had a smile. F.C.Will Smile, should she smile? はい、国学院大学の会ですけども、国も学も難しい、この感じ。はい、見ていきたいと思います。あ、そうですね、今回からですね、いろいろ撮影の機材変わってますので、黄色になりましたね、画面ね。<laughs> はいでは、まずですね、I will buy you lunch っていう、まあ、SV。 O1、ね o o ねはい、に酸素を与えるとかってやつですけどあなたを買うんじゃないですよあなたにランチを買ってあげるというやつですで後ろにさらにいろんなキャラクターを置くんですが、まあ、見て気がつくと思うんですけどこやつらですね主語動詞の形を皆さん持ってるんですよそうですね SV she, she を新たに置くためには何にしなきゃいけないですか はいそうですね普通だったらですね SV を新たに置いてやるためには接続詞が必要なんですよね。その考え方をまず持つ。そうすると「I will buy you lunch」と「she smile」ですねはい主語動詞が勝手に2個並んじゃってる状況なんですけどこういう状況っていうのは絶対ダメです。でもって2番目どうですか?「rather」ですよ。Rather 福祉,でしょ福祉がいけない SV 置くことなんてできないんでさよならなんですよ。でああ分かりましたよじゃあ IF ほら接続詞ってやつですねこいつねこいつが正解なんですね i f c w o o d s はこれでしょう IF 説の中にですねビルとかウッドっていうのは基本的にはね出てこないので。 ダメなんですよだから「えもし彼女があなたにね微笑みかけたらスマイルあって言ったらですね微笑みかけたらランチを買ってあげるようなんじゃないんですかって言うんですけどそうダメなんですよイフがあってウッドは。ということで答えは4番です。She いうになります。えつきシュートは助動詞じゃないですか接続詞ないじゃないですかっていうんですけど、はい、そうですね。ありますね。こやつの元の形考えてみてください。そうです、今回ですね、統治です。家庭法は統治とよく出てくる。まあ、これも一部やってますけども、こやつ、すごくよく出てくるので、ちゃんと押さえとかなきゃいけません。はい、こいつは、元の形考えると、はい、そうです。F、C、シュ っていう風になりますね。if を取っ払って、助動詞を前に出してやるっていうやつですね。はい、これがまあ家庭法の統治でよく出てくるやつなんですね。まあ、今までやりましたよ。覚えてますか ?if it had not been for が had it not been for になるとかね。あれです。あれ if 取っ払って had 前に出しましたよね。ああいうやつです。今回も実はそれだったんですね。Should、she smile っていうので置いてやればまあこんな硬い表現をこんな文脈で使うかっていうのはありますよ。 何それみたいなね、はい。っていうのでこれが正解になります。はいえー、とても自然な文とは思えないですが、はい、こういった形になりますね。でまあよく「家庭法未来」って書いてあるんですよ。何家庭法未来ってそんな用語わかんないんですけどシュッとのやつっていうのはほらここ見てわかると思うんですけど家庭法の印ってほら何でした そう助動詞の過去形だったじゃないですかこれだから助動詞の過去形出てこないで使うことも非常に多いのであ、そうなんだっていう風に知っといてくださいまあだから TOEIC でよく出てくるやつね前も紹介したかもしれないですけど s h o アベ d you have any q u e s t i o n Feel free to ask me とかちょっとスペースがないので Please let me know に書いちゃいますね Should you have any questions, please let me know。とか、Should you have any questions, feel free to ask me。とかね、ご自由にね、お尋ねくださいみたいな、まあ、結構硬い表現なんですけど、別に仮定法になってないですよね。If you should have any questions っていう意味なんですけども、こういった形で TOEIC でもよく登場する表現なんで知っておいてください。まあ、ビジネスレターなんかではね、こういった形で使ったりすることあります。あんまこんな文で出てくることはないかなと思います。はい、という問題でした。えー、ここは結構難関大でも問われることのあるポイントではあるので、是非とも押さえておいてください。 はい、次です。空欄があって、I would stay at home 家にいるよんっていう風になってます。If it rain, if it were rain, were it to rain, should it rains っていう風になってますね。まあ、これもね、引っかかっちゃう人が結構いたりするんですけど、If it rain っていう風になってますけど、はい、これはおかしいですね。文法上どう考えたって。 そうですね。if it rains じゃないきゃいけないでしょ。へいすをこなきゃいけないじゃん。変ですね。二番、if it were rain。うん、なんかもう日本語っぽいね。それが雨だったならみたいになっちゃいますね。Rain の名詞でね。で、3と4が、はい、来ましたね。そうです。放置されてるやつじゃないですか。形が変わって、if が取っ払われて、前に出てきてるやつです。でも覚えてますよ、ほら。4。should it rains はおかしくないですかそうですね。だってもともとの形さっきので覚えてますかこれ元の形考えると。そう。if、え、 So, so if it should rain じゃゃななきいいけないですね助動詞の後ろに「S」ついた形くんのおかしいですね。動詞の原型にならなきゃいけない,、はい。だからこれはありえません。ということで答えは3番の「Were it to rain」っていうふうになりますね。でこれはい元の形考えてください。はい、そうですね。「If it were to rain」。 万が一雨が降ったら可能性が低いやつだよとかっていう風に習うやつ。で、ー a r 2になるやつね、今回はね。 if の中でワートゥーが出てくるやつとかっていう風に勉強してる人いるんじゃないですか。で、シュッドの場合は、さっきみたいに直接法ですね。家庭法になってなかったじゃん w ウィルですね。ウッドじゃなくて。だそういうのでもオッケーですけど、基本的にこれワートゥーが出てきてる場合は、家庭法上動詞の過去形っていうのが出てくるっていうのは覚えておいてください。万が一、まあ雨が降る可能性低いんですよ。万が一雨が降ったら、私は家にいますよっていうですね。雨が降っても出ろ雨が降ったら外に出ないって。平かお前は。ちゃんと出ろということでした。はい、ちゃんとね、知っといてください。まあこれが家庭法未来とかって言われるキャラクターです。 で、あんまり英作文とかでは使うことはお勧めしません。結構で限られた文脈でしか使わないので、ネイティブたちにこれどうこれどうって入試問題いろんなの見せたんですけど、言わない言わない言わないっていっぱい却下されました。そうなんだって言ってね、結構ショックでしたけど。例えばこんなですね、If the machine were to fail, we would need another method. 意味わかるんですこれ。はい、そうですね。もしマシーンがね、万が一ダメだったら B to ですね、w e r to fail、うまくいかなかったら、そしたら別の 方法メソッドが必要ですみたいな形ですでこいつの場合はちゃんと仮定法ですからはいウッド l なってますね助動詞の過去形が登場してきますはいじゃあこれを統治させてみてください if the machine or to fail これをそうこれ統治の練習のためにねやってますから英作文とか使わなくていいですから if を取っ払って助動詞の役割そうですねはですね be 動詞も助動詞ですから一緒のを前に出してやるとはい。w or the machine to fail We will need another method. っていう形になりますね。一旦分かっちゃえば簡単です。if を取っ払って助動詞の役割、had だったりとか、wa だったりとか、should だったりとか、ああいうのを前に出すっていう構文です。何それ分かんないよっていう人いるかもしれないですが、一旦分かっちゃうとすごく簡単なので、ぜひとも押さえておいてください。 はい、続いてですね、えー、センター試験の激ムズ問題として出てきたやつですね。これはセンター試験で出た時に知らない人がすごく多くて、間違えた人がいっぱいいたんですよね。どうですこれわかります ?He opened his mouth なんとか to say no, but he didn't. As far, as if, as much, what else. 多くの人が知らないまま受けたし、その後で別に参考書にたくさん出てくることもなかったですね。ただ出題自体はされてるし、本文このなんかいろんな難関大学の文章中には全然出てくるんですよ、この文法事項。He opened his mouth、口開けた。 で後ろに TooFT したって As far and as far as if のような As much それぐらいわれもしこうだったら一体どれってもんですが実はこれ As if です As if to do の公文ですね、はい、これ結構知らない人が多くていや出ることでもそれ全然読んでたら出てくることはあるんですけどまるで何々するかのようにという表現ですだまるで No と言ってるかのように口を開けたでも He say no、ですね言いはしなかったけど、<laughs> なんだこれって思うかもしれないですけど。じゃあ実際出たことがあるんですよ、これね。アゼフトゥ d ゥですね。予備校とかでもね、結構ね、レベルの高いテキストとかには入ってたりするんですけど、知らない人がすごく多いですね。教えてて思うのはそうです。なんでアゼフトゥ d ゥ、見たことない人はですね、そう、センター試験でも出てきてるから、じゃ別に次第でも全然余裕で出てくるので、押さえておいてください。普通だったら皆さん、アゼフって何てなりますそうあ、是非まるで何とかだったらっていうので、 アズイフ SV 過去形って習うじゃないですか。だからこればっかり考えるんだけど、こっち出てくると全然解けないってやつです。ちなみにまあ実際の英語ですね、読んだりしていれば分かると思うんですけど、アズイフって別にあの過去形。 ととって仮定法にななるとは限らないですねえって思うかもしれないですけど。いや、実際の英語は、なってないことの方が多いですね。トイックかもないか。トフルとかそうですね。トイックで出てきた時も過去形になってなかったし、トフルで出てくる時もなってないですね、いつもね。だからこういう風に言いますね。Write a report as if you are journalist. ジャーナリストのように、レポートを書きなさい。報告書を書きなさい。って言った場合に、私たちが習うのは下なんですよ。Write a report as if you are journalist。あなたがジャーナリストのようにって言って、実際とは違う。実際あなたはジャーナリストじゃないんだから、これは仮定法を使わなきゃいけないんだよっていうので、ワーにしろって 習うんですけどミサレがああですねはい ここっちでで言うことがが多いですで下間違いじゃないし、まあ、入試問題でも出てくるし一応知っておいた方がいいんですけど間違いではないですよただまあまあ硬い表現で下の方が上の方が使われることが多くてで実際のいろんな試験ね上で書いてますね as if you are っていう風にに、えー、あで出てきますわーではないのでだから仮定法って習うんだけど仮定法絶対仮定法にしなきゃいけないというわけではありませんだから問題でこういうのが出てきた時にあーっつってですねあーっ仮定法になってないわーになってないダメだわーとかって、ね、思っちゃダメですはいこれでいいんですよぜひとも あ、こういうバージョンもあるんだなっていうのを押さえておいてください。まあ減ってはいるんだけどね、アズイフね。でも出てきはします。これを入れなきゃいけない。実際のところはね、この主節の分も過去形になってて、ここが過去形になるっていうのが、出題はね、圧倒的に多いです。そうすれば、単なる過去形って言って、ネイティブスピーカーも選ぶことができるし、あなたたちも、あ家庭法だって言って選べることができるので、実際はそういう風に出題されてますね。最近の問題見るとね。という裏話でした。あまり知られてないことなんですけど、アズイフは出てきます。出てくるけども、実際はそういう風になってます。家庭法 でであろうと時制であ過去だって言って過去形であろうと解くことができるって問題がすごく多くなってますね。ということでした。ぜひですね、この動画、役立ったと思ったら高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングもぜひともお忘れなくよろしくお願いいたします。 と、始めました。さあ、家庭法の5回目でございます。速攻英文法。家庭法の最終回でございます。はい。5回まで来ましたよ。長い。本当に長かったですけど。まあ、間にね、ハイレベルの挟まったんでね、総形の挟まったんで、なおさら長く感じた方もいらっしゃったかもしれませんが、やっと終わらせることができます。最後の家庭法は、どういうやつだろうか。はい。Our family doctor suggested that our son なんとか complete、complete a medical checkup every year. という風に言ってますね。選択肢は get t getting is getting to get ですね。そう。あの文法事故ですよ。来ました。家庭法。現在。 はい、はい、出ました。ね、学校によっては習わないやつですよ。はい、私も高3までで習いませんでした、この文法事項。だいぶ後ろの方にあるからね、飛ばされちゃったりするやつですね。で、どういうやつだか覚えてますそうですね。こういうサジェストとかが来て、ざっと説来て、S、V、原型 ってやつですなんで原型を取らなきゃいけないよってやつねドクターがですねはいこういう風に提案しましたあなたのね息子さん完全な医療的なこうチェックですよを毎年受けなさいっていう原型を取るやつです家庭法現在と言われるやつですねサジェスト提案するでここにどう,いうやっつきますそう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 オーダーとかね、まあ、いっぱいあるけどほんとたくさんあるんでオーダーとかねアスクとかさリクワイアとかさリクエストとかさ これをやれってです、ね「やれ!」っていうやつが来た場合ですね「せんかいっていうのが来た場合にここが原型になるよと言われるやつですね。でまあたくさんいるわけですけどこれ以外にもまだまだ知ってる人いると思うあ味が来たりとかさアドバイスが来たりとかさたくさん来るんですけど厄介なことがいくつかあるのでそれらもちゃんと説明していきますはい次です。I suggested to Mary with me to collect empty cans on the street but she said she was too busy come, that she come, that she had come, to have come ですね。I suggested to marry、ね、Mary にこうやって言ったよって言ってさあこの後ろなんですがそうですねサジェストは to を取るときに suggest to トト人なんですよこの人に言うってやつですでその後ろにサジェスト that の形になるんですよこれね that sv を置くんです サジェストザット sv 原型ってやつですね。はい、さっきと同じ。はい、これが正解です。 これで、缶をね、拾おうってで、ね、エンプティー缶ですね。空の缶を拾おうよ。まあ、あんまり空の缶が今あんまないですけど、でも、ちょっと忙しすぎ、つって断られたっていう話ですね。で、これね、あ、メリーをこの to ね、無視しててあ,あ、メリー、次原型だっ,つって、メリーカムにしちゃった人とかね、結構いたりするので気をつけてください。あとね、フューフ定取れんじゃないのとかってね、思っちゃう人も多くて、サジェストやっぱ、サジェスト to do って言っちゃう人が多いんですよ。実はさっきのね、気づいてたこの取れるキャラクター、ここに書いてあったんですけど、 そう、こいつらってね、オーダー,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 トトーヒットトゥードゥアスクヒットトゥードゥー、クワイアヒットトゥードゥリクエストヒットトゥードゥこれヒットトゥードゥ取れるやつだったんですけど、やれっていう意味になるやつってヒットトゥードゥの形取りやすいんですよ。だから、サジェストも取れんじゃないかと思っちゃう人がすごく多いし、実際そうやって喋っちゃう人多い。あの、面接試験とかでね。でも、サジェストは取れないんですよ、その形。ないの、サジェストヒットトゥードゥがないので、だからサジェスト人を送るんだったら,サトト人でらサやい、サジェストゥーヒットゥーヒット。なんで、ザットゥーゥー�� この動詞の形として出題されやすいので、サジェストは気をつけてください。で、仮定法現在とかって言われるんですけど、ここ原型以外にもシュッと置いても大丈夫ですね。ここにシュート。まあシュートの省略って。 習うことが多いかもしれないですがまあ実際歴史的にはシュッとが後からついてるんですけどねイギリスの方で後からついただからシュッとついてるのがイギリス英語で原型がアメリカ英語なんて言われたりしますねまあ最近は当然アメリカのものってさエンターテインメントってもう世界中に広がってるからそのアメリカの影響を受けたイギリス人たちも原型使ったりすることはあるんですけど実は原型にする方が前からあったものでその後でシュッと足したのが後で多分習ってる人で分かってると思うんですけどはい、はい、でもさサジェストってさこの家庭法現在にならないのあるんでしょおのめかすの意味の時あるんでしょあります ややこしがある人多いんですけど、うん、提案するなのかほのめかすなのかでわかんないんですね。でその時にこっちはね原型にすると SV 原型にするでもこの示すとかの意味ねほのめかすみたいな意味になるときは別に原型にしない で、ややこしいよ、どうしたらいいんだよっていうふうになる人多いんですけど、いや、困んないっすよ。なんですったら、やれって意味の時になるんですよ。提案するに。ええー、わかるんないですか,だかみんなこうやって覚えるからダメなんですけど、ほとんどの場合ですよ。人が主語の時に提案するですから、示すっていう意味の時は人になってないから。データ、みたいなですね。データがこうやって示しましたとかいうふうになってるから、安心してください。そんなに困らないので、この2つでなんか悩んだりとかする必要は全然ないです。まあ、時々ね、正語問題とかでは、どっちの意味かなって判断しなきゃいけない時はありますけど、 そんなに困るものではありません。人が来てる場合は、基本的には提案するぞと思って構いません。<noise> はい、では次いきます。It was required, なんとか、placed in order、ね、that the books be, that the books were, the books to be, the books would. 近畿大の問題ですね。まあ、よく分かってますよ、近畿大学ですね。どうやってやったら、あなたたちが間違うかっていうのをきちんと分かって出してますね。<noise> はい、皆様が嫌いなのはですね、この受動体と言われるやつですね。はい。 It was required. っていうので自動体になった途端に急に「ラーズ」で思考停止みたいになる人がすごく多いんですが後ろに取る形は一体なんだ「require 人とドゥ」とかのねあの「to ドゥーの形だっておもちゃダメですよ受動体になってますから人とトトドゥー受動体ってことは人も前に出てこないといけないからねからこんな形ないですよ3番のような形はありませんじゃあどうすんだそうです「いっとざっと構文だって気づいてます?「いっとイコールざっと以下」なんですよこれ。 こうなってますだから元々の形を考えるとこれが「that」のやつが前に出てくるで前に出てくると「that」のやつですげえ頭でっかちになるんで「一を置いてやるんですよ。「that」なんとかかんとかかんとか was required じゃなくて「it was required that」っていうふうに変えてやるんですよ。でこっちだったらすぐ分かるじゃないですか。はい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 これやれって意味のやつは「require」要求するでしょ やれやれって意味の場合はここ原型になるんだってわかるじゃないだからそうです1番「ね、B be. Be placed」。「インオーダー」順番通りに本が置かれている。 ってていいうのが要求されていますよだからちゃんと順番通りに本を置いてねっていう問題だったわけですよ。できました。厄介でしょこういうふうにね。普通に後ろに「h a t s v ってあったら分かるのにこうやって柔道体にして一頭頭に置いてやることによって分かりにくくなるっていう問題でした。でこれが分かってると実はいろいろ習ってますよね。It っていうのもあるっていうのもある。 これわざわざバラバラで覚えてるんですけど結局つながってるんですよこの動詞で「h a と SV やれ」っていうのと「It, It is 形容詞 h a と SV 月経」原型っていうのつまりここに「 やれ的なものが入るときに、こっちも原型になることが多いんだなっていうのがわかるわけです。だから、it is essential.sv 原型とかね。it is imperative ですね。絶対なきゃいけないよとかっていうので、sv.sv 原型。advisable.sv 原型とかって覚えるわけですよ。でもね、ならないことも多くて実際は。だから、出題はすごく減ってますね。だから、it is important.sv 原型って習うけど、原型ならないことの方が多いでしょ。it is necessary.sv 原型ってなってるけど、ならないことが多いので。結局のところでは、これにやれが多いです。important, 重要だ、necessary, 必要だ、essential, 欠かせない。 だからやれって意味でしょそれ欠かせないんだよこうした方がいいよとかこうしない方がいいよっていう単語が実はここに来やすいですねそれが分かった状況で参考書とか見てみてください具体例を見てあそうかそういう意味だったのか、ね、この形容詞の部分もやれに近いようなものが来るんだなっていうふうに分かってもらえればすっと分かると思いますよ次です「My sister insisted なんとか The problem by myself Me to solve on me to solve」 インシストの形ですねはいそうですそうインシストきたはいはいはいこいつも勝て法インシストザット SV 知ってるよってね SV 原型来るんでしょって言われるんですよでここにはシュッと置くこともできるんでしょあだかこいつなんじゃないのっつって4に飛びついたらズバーンってやられちゃうわけですねおかしいですね I should be solved ですよおかしい何これなんで受動体になってんのここ I should solve だったらいいよ My sister insisted that I should solve the problem by myself だったら OK です。自分自身でそれを解きなさい言うんだったら OK です。はい。insist. 人とで取れないんですよ。さっきもやりましたけど、ほら、人 d で取れるやつが多いんですよ。このね、ざっとやつといて。でも取れないのもいるので、押さえなきゃいけない。で、insist on もあるので、insist on っていうのをちゃんとしてます。そうです。で、on 人 do なんてないです。はい。ということで、答えは3番ですね。my sister insisted on solving だったら、 これ、いずれ、あの、順同士のところでやりますけど、これ、まあ、 いわゆる同名詞ってやつなんですけど、これだとシスターが問題を解決するっていう風に言っちゃってます。そうじゃなくて、バイマヨセは私自身でって言ってるから、問題を解決するのはそう私なので、これ意味上の主語と言われるやつですね。意味上の主語が置かれてます。まあまあ実際はね、この目的語の位置にこの同名詞が出てる場合は、2位になってることも多いんですけど、てかそっちで言う方が普通ですけど、まあ一応、日本ではね、意味上の主語、代名詞置く場合は、所有格にしましょうって習うので、まあ一応これでやりますけど、My s o b i The problem ですね、私が問題を解くっていうやつでした。だから何でもかんでもね、すぐにもうザッと SV 原型だって言って飛びつかないように気をつけてくださいね。そうとは限りませんので、こういった感じで解かなきゃいけないっていう時も出てくるので、ぜひともここ間違えないように気をつけてくださいね。で、NSS だとなんですけど、一応ですね、主張するの意味の場合は、ならないのが原則です。あの SV 原型に。そう、主張するってみんな覚えるじゃないですか。提案、要求、主張、命令とかって覚えるんですけど、主張の場合はあんまならないです。主張ってただ言うだけですから。 そん,なそんなんでもしねなるんだったらクライムだって取ってなきゃいけないはずですよ。クライム .sv アギュー .sv 家庭保険罪なってないですねあれは言ってるだけですそうじゃなくて要求するっていう意味の場合ですねまあディマンドとかと同じとかディマンドもそうですねディマンド .sv 原型取るじゃないですか。 あの意味の場合は原型になりますのでそうまあ主張するでしろと主張するだったらば間違いじゃないので何とも言えないですけど一応は庭法現在になるのとならないのがありますインシストはだから両方出てくるんですよ見てれば分かりますよ読んでればそうですよなってないのいっぱいありますこうしなさいっていう場合はなるんですだからサジェストの時もそうだったけどこうしなさいっていう意味の時は原型を取るんだっていうのを忘れないでくださいこれを知っておけばちゃんと簡単に解くことができますねだから I insist You subscribe to this channel って言った場合ですねこれ原型です要求しています <laughs> でも絶対やってください。そういうふうに覚えてください。I require you subscribe to this channel とかね。なんか例文作って、ぜひとも覚えてください。はい、今回はいろいろなルールをやりました。私のね、お姉ちゃんが、お前自分で問題解けやって言ってたっていうことでした。はい、ということで、ぜひともですね、家庭法現在の結構レベルの高いことまでやりましたから、ぜひともこれをやって、具体例を自分で辞書で引いてみてね、あ、そうか、こうやって言うんだっていうふうに、様々な単語のね、具体例の文作れるようにしておいていくとおすすめです。ただただ、その家庭法現在の取る動詞っつって丸暗記するとかじゃね、それじゃ使えるように なならないですからぜひとも具体例を覚えてくださいそしてわざわざ丸暗記する必要はなくて、ね、やれっていう意味の時に当て法現在だと SV 原型ってなるんだっていうのを知っておいてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングもよろしくお願いします